皆様、今日はようこそおいでいただきました。本日の司会進行をさせていただきます、村上です。松村です。よろしくご協力お願いいたします。ちょうど70年前、お暑い中、本日は暑い中でしたが、70年前も本日のようにギラギラと太陽が焼け野原に照りつけるような一日であったかと思います。本日ここに皆様が集いまして、そして、敗戦を機会に、敗戦を一つの転機に、大きな転機に、天皇の席士、そして臣民であったその人々が自立した近代日本の市民として歩み始めたかと思います。いろんな紆余曲折がありましたけれども、本日この70年目の日に、本当に過去をしっかりと向き合い、そして、これからの行き先、これからをしっかりと進んでいくための一日、有意義な一日となりますように、本日はよろしくお願いいたします。もう一度連絡させていただきますが、携帯電話の方は無駄モードに、それから撮影録音の方は主催者のみに限らせていただきますので、どうかご了承よろしくお願いいたします。それでは始まりとさせていただきます。最初に主催者を代表して、佐藤大さんより開会の挨拶です。お願いいたします。いろいろな調整がありまして、私が主催者挨拶を担当することになりました。東アジア青年交流プロジェクトという団体を2年前に立ち上げて、今事務局長をしています。今回のこの集会、3月から始まりまして、この8月15日に開催をするということに絞って、動きが取られてきました。私などは本当にもう後ろの方にくっついてきただけでして、これまで長々と戦後保障の問題をずっと取り組んでこられた先輩方の動きがあったからこそここに立っているということを特に強く感じてきましたし、また資料にもありますように、呼びかけ人の数は39人で、賛同個人が555人、賛同団体が73団体というふうになっています。もちろん今日は8月15日という日ですので、これまで主催に関わりながらも、今現在はアジアの地域でここ日本を離れているという方々も多くいらっしゃいます。そういった人たちの思いも受け止めながら、そしてまたアジア地域の被害を受けた人たちに、日本が一体どのような加害責任を与えたのか、そんなことに思いをいたしながら、思いを寄せながら、今回の集会進めていければと思っています。開会挨拶述べます。ここに参加される皆さんは戦後70年をどう表現されているでしょうか。敗戦70年、被爆70年、沖縄戦70年、ファシズム勝利70年、解放幸福70年、あるいは分断70年、国や地域に置かれた立場や何を重んじるかによって様々かと思います。ただ何々後という時に警戒が必要なのは、70年前に済んだこと、そこで過ちは終わったという刷り込みです。戦前と戦後は連続しています。70年経った今日、過去清算の失敗、責任の欠如が政治問題として浮上しても、それをナショナリズムの発揚の道具に使う動きは絶えません。戦後責任の放棄は許されないという規範が作られてこなかった。これは戦後日本社会の重大な問題ではないでしょうか。70年という時間の重さをどう受け止めたらよいでしょうか。苦悶と痛みの中、求める補償も謝罪もなく亡くなられた戦時性暴力被害者たち、
侵略戦争で親しい人たちを殺された遺族たち、解放後の日本で祖国の平和と民族の自立を求め弾圧された在日朝鮮人たち、被害と抑圧を受けた人々にとって取り返せない時間が過ぎてしまいました。一方で70年代から始まり90年代から燃え広がった戦後保障裁判は時間を取り戻せないまでも戦争責任と戦後責任が未だ果たされていないことであり、戦後保障のための取り組みが必要だという意識を広めてきました。そして日中韓の間では歴史認識を共有するための共同の取り組みが広がってもいます。こうした動きを牽引された人々、とりわけ自ら被害実態を告発された生存者とご遺族に敬意の念を抱き、70年の重みを毎年毎年時代に継承していく責任があると感じています。さて、安倍談話が閣議決定されています。内容は歴史修正主義の立場から時代状況を言い訳に並べて国家の過ちに対する責任の取り方を、村山談話の精神を曖昧にするものでした。さらに戦後日本の平和の歩みを発展させて集団的自衛権を行使可能にするという極めてエゴイスティックな偽物のカッコつきの平和を振りかざしています。私たちは7月7日に発表した市民宣言に加え、この集会で宣言趣旨文、行動宣言を力強く世界に発信します。主催者はもちろん集会に参加された皆さん、そして賛同者の皆さんと協力をしてこれを成功させて、また戦争法案を廃案にすることで安倍談話の無効化を目指したいと思います。東アジアの未来へというテーマで宣言を発表しています。発表するのは市民です。市民の中には私のような日本社会のマジョリティとしての存在もいます。またマイノリティの存在として多様な民族性を持った人たちもいます。東アジア地域に暮らすさまざまな人たちと協力をしながら、そして連帯をしながら共同で東アジアの平和を宣言していきたいと思います。それでは本集会に応援に駆けつけていただきました2団体の講演、文化講演を移らせていただきます。最初は西成令吾の会、この会の紹介をさせていただきます。西成令吾の会は西成地区を中心に活動を始めて18年になります。このエイサーという踊りはお盆に死者の供養として踊るものです。古くから受け継がれたエイサーを通じて沖縄の歴史や文化を学ぶきっかけとしてエイサーを踊っています。元気に踊れる楽しさを体いっぱいで表現します。皆様と一緒に楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
沖縄の心とパワーがずんずんと心の中に染み込んできたかと思います。それでは続きまして同じく民衆の心を表現しておりますサムルノリです。紹介をさせていただきます。サムルノリとは朝鮮の伝統芸能である能楽が発展してできたものです。サムルとは朝鮮の4つの伝統を打楽器剣狩り、チャンゴ、ブック、プック、チンを意味し、ノリは遊びを意味しております。4つの楽器で遊ぶという意味です。演奏者と観客がリズムに乗って一緒に楽しみます。今日は在日3世、4世の青年たちが演奏してくださいます。どうぞお楽しみください。
日本の敗戦70年の今日、そして朝鮮半島にとっては解放そして幸福の日となった今日、こうやって在日3世4世の若者たちが私たちの集まりに来てくれたことはとっても意義深く感動深いことだと思います。素晴らしい演奏ありがとうございました。では次に高里鈴代さんのご講演に入っていきたいと思います。高里さんのご紹介と、それから今日の、レジュメですね、この緑色の表紙のところに入っています。ご覧になってください。高里鈴代さん、もうすでに皆さんもよくご存知の方なんですけれども、ここでご紹介をさせていただきます。高里鈴代さん、1940年台湾でお生まれになった高里さんは、沖縄やフィリピンで学び、女性相談員を経て4期15年間那覇市議会議員を務めてこられました。一貫して女性の権利と基地軍隊の問題に取り組んでこられました。1995年少女暴行事件のあった年に、基地軍隊を許さない行動する女たちの会を設立、共同代表として軍事基地を許さない国際女性ネットワーク沖縄代表として、沖縄基地問題や女性の人権尊重を求めて取り組んでこられました。実は昨日は8月14日は日本慰安婦問題のメモリアルデーでした。8月14日、1991年の8月14日に韓国のキム・ハクスン・ハルモニが初めてご自身の被害を証言されてからのメモリアルデーなんですけど、実は91年にキム・ハクスン・ハルモニが証言されるそのずっと前、1975年にはすでに沖縄在住のペボンキさんがご自身の慰安婦としての被害を名乗り出ていらっしゃいました。それから15年以上日本社会はペボンキさんの証言を無視し続けて、そして91年キム・ハクスンさんの証言がありました。91年8月にキム・ハクスンさんが亡くなって、8月にキム・ハクスンさんが証言されて、そのちょうど2ヶ月後、すれ違うようにペボンキさんは亡くなっていらっしゃいます。そんな風に私たちがなかなか知ろうともしてこなかった日本の中での慰安婦問題、そしてそれが、女性の問題のみならず性暴力、戦場での性暴力という問題とつながっているということを、高里さんたちの取り組みから私たちは学ぶことができると思います。今日は戦後70年沖縄から軍隊の暴力を見据える、145箇所の日本軍慰安所そして米軍基地軍隊の島へというタイトルで、沖縄における慰安婦問題をはじめ日々米軍基地と対峙している高里さんの視点から、米軍基地軍隊の問題について改めて語っていただけることと思います。どうかよろしくお願いいたします。高里さん、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。与えられた時間が50分ということですので、できたら最後の方までしっかりと報告ができたらと思っています。昨日の安倍談話を聞きまして、読みまして、なんか字数が多くなった、いろいろと沖縄にも触れ、どこにも触れ、何にも触れ、でも結局のところこれからの小山後未来の世代に改めて謝罪をし続けるようなことはおかしいと言いながら、じゃあ今の段階でそれをしっかり と止めていく、意思を表明しているかといったら そうでもなく、結局は積極的平和主義という、大変に本当は積極的軍事主義ですね、あれはあれに、最後は終了してしまっているという感じをいたしました。今日私はこの8月15日という日に、戦後70年ということで、報告をいたしますけれども、
実は沖縄ではこの8月15日というのは必ずしも大きな集会を持って改めて考えるということではないんですね。実は8月15日は、まあ、沖縄はお盆を休でいたしますので、ある意味ではあんまり何もないという、むしろ6月23日の慰霊の日ということがむしろ沖縄での戦争、まあ、それも司令官の自決ということですから完全に終わったわけではなかったんですね。最終的に調印して終わったのは9月7日なんですが、それまで地上戦がずっと続いている中での6月23日であり、ということももう一つやっぱり日本全体と沖縄とのまたずれていますかが、ここにもあるもの、感じるものです。戦後70年というんですけれども、70年って言いますが、私はその前夜を戦後70年1945年の8月15日以降のことではもちろんないということが今日の挨拶の中にもありましたが、その前夜を今日は特に焦点を当てていきたいと思います。前夜というと8月15日の前の8月15日の前の沖縄における3ヶ月の地上戦で、それをある意味では想定した日本の大本営の決定で、これは沖縄戦を天皇制護持のための捨て石戦と結果している、その結果しているというよりもむしろそのように、沖縄を本土防衛のためのものとして位置づけて、陸軍32軍というのを新しい軍隊を組織をしたというのがまずスタートになると思います。沖縄を不沈空母化から長期持久戦のための全島要塞化へ、最初は不沈空母化ということで沖縄本島離島も含めてどんどんと飛行場建設ということをしたんですが、実際に米軍の上陸が想定されてくると今度は持久戦、最後まで戦えということで、あくまでもそれは敵軍の本土への上陸を遅らせる、その間に日本は何らかの時間を稼いで勝利をしていくという、そういう計画の中に沖縄は位置づけられていたわけです。そして32軍が創設されましたら、結果それは11万の軍隊になったんですが、それには約1万人あるいは2万人の朝鮮人軍部も、1万人強ですね、朝鮮人軍部も加えられていて、沖縄の若者も含めて動員をされた32軍が組織されるわけです。そしてその32軍に対して現に満州や中国の山西省、さらにシンガポールなどで現に最前線で戦っている部隊が編成し直して32軍に転戦をしてくるわけです。全部沖縄にやってきました。ですから1944年の7月8月をピークにどんどんと3000人あるいは8000人という数でですね、沖縄に移動してきたわけです。沖縄に移動してくるとそれだけの部隊をすぐに収容する兵舎はないわけですから、沖縄の民家に5人10人と軍縮をさせながらその兵隊を受け入れるというのが出てきました。そして実際には部隊が移動してくると実は即
沖縄の駐屯している地域での強姦事件が日本兵によって起こされました。それから沖縄にある交渉制度のある沖縄で辻遊郭のところにはあるいは将兵たちが入り込んでいって、そこで刀を振り回すような客との間の衝突が生じたりもしていきました。沖縄戦は地上戦といわれるその中身は凄まじい、いまだに毎年300発の不発弾がまだ出されています。まだ遺骨収集が続いています。そしてそれはあるいはあの戦争から70年経った、いやこれからあと30年も必要だと言われるほどに、その弾を全部えぐり出すのに1世紀以上も時間が必要なほどに、その弾が雨のように降った、その経験の中で沖縄の人々が地上戦を経験しますが、それと合わせて小さな島に特攻艇という特殊部隊があると、その部隊は完全に軍によって掌握されていて、そこの住民たちは外部の者に知られないようにその秘密海軍基地はあるので、その住民たちの胸にはその島の住民であるという縫い取りが必要だというふうにして、そしてそこは結果として集団自決が起こる、あるいは南米帰り、あるいは沖縄の言葉を使うということで、判断ができない、ものの言葉で、結果的にスパイ容疑で多くの住民も殺される、あるいはガマの中から子どもの泣き叫ぶ声が聞こえてはいけないということで、子どもを赤ちゃんを抱いた母親が外に出て泣き止んだ子どもを抱えてくる、でもその胸の子どもは圧死しているというような、本当にスパイ容疑あるいはガマの中での住民の虐殺、それから八重山では強制移住させられたところがマラリア化によって多くの方が亡くなっています。それから対馬丸という軍の輸送船がたくさんの児童生徒を疎開で運ぼうとして、それが撃沈され、しかもその事実を決して伝えてはいけない、他に行ってはいけないと秘密を厳しく制限されるということがありました。そして特に学徳隊ですね、本土では法律的に認められていないのに14歳以上の、そう今だったら少年少女ですよね、それが鉄血勤労隊あるいは看護婦として やったわけです。一番最後の私が 8.9 長崎に原爆投下した米軍グラマン機と書きました。まだ8月15日の終戦の時までのこの1週間前ですね、長崎に原爆が投下されたんですが、あのグラマン機がテニアンからその原爆を運んで飛んできて、でも雲がものすごく厚くって、雲の合間から言われた目的地にですね、落とすことができない、上空で何回か旋回をしているうちに持っている燃料を全部使い果たしてしまった。そしたらそのままテニアンには帰れない、どうしたか、すでに沖縄は占拠されているわけですから、伊江島にあった旧日本軍の飛行場はもうその破損が整備されて、そこで給油を受けて、テニアンに戻っているんですね。ということはこの最後の日本の原爆投下の時にすでに沖縄はそれを支えるといいますか、受け皿になってその伊江島が機能していたということです。沖縄全域に日本軍慰安所が145箇所、これを多分日本の方また私たち沖縄に住んでいる者も必ずしも十分に、把握していたわけではありませんでした。2012年に改めて、
沖縄戦と日本軍慰安所という形で、沖縄も調査をしてパネル展を開催するにあたって、実は私たちは改めてその今まで埋もれていたこと、それは多くの沖縄の人々の戦争体験、目撃体験で、聞き取りをしているそれぞれの地方、自治体の歴史の聞き取りの中にですね、実はたくさんそういう証言は埋もれていたんですが、そういうものも全部あぶり出して洗い出して見ていると、本当にこれは沖縄が面的に慰安所が作られていたということが分かりました。民家を強制接収するのが最も多いのですが、公民館、工場、病院、旅館、料亭、そして部隊が直接建設をするという、まあ、幕屋のようなものを作ったりですね、そういうふうにして慰安所が作られました。ある読谷の高齢の方は家族が全部疎開に行ってお一人だったんです。その方のところに、軍部の方が来て、慰安所にするんだと、言われた時に、その女性が家を貸しませんと言ったんですね。そうすると銃剣を突きつけて、その脅して軍部に協力をしないつもりかと言って、強制的に接収をした。それから母屋を慰安所に使って家族をみんなをそばの牛小屋に追い出した。そして高齢の父親がもう本当に重病になっているので、ある時お願いをしてですね、なんとか畳の上で、息を引き取らせたいということで、一日だけ頼んで、畳の部屋に戻して、そして、その父親は亡くなったけれども、翌日には軍部はまたその家族を牛小屋に押し出したというのです。住宅がそのように接収されるだけではなくて、実はそのそばにある設計図、これは読谷のある民家を接収した後に、ちゃんとこれは陣中日誌の中にその日時と、それからいくつの部屋割りを増築する、増設するんだということが、とても明確に見取り図まで陣中日誌の中にあります。今このように調べ上げたものは、実は全部陣中日誌の中に記録として残されているものです。この大きな2階建てのお家は、実はもう戦争が終わると同時に、あるいは部隊がその場所を出ていく、戦争が終わると同時にこの家は焼失をしました。軍部が火をつけて燃やしたというのです。そこの夫婦はフィリピンに働きに行って、しっかりとお金を貯めて、そして2階建ての立派なお家を建てた。ところが父親は軍に徴兵をされて、そして家族は疎開に追い立てられた。巡査が来てですね、疎開に行くように、疎開に行くようにと言って出されたというのです。ところが疎開に出てみると、身内の者からの連絡を受けると、その家が慰安所になっていた。そして戦争が終わると同時に、あるいは部隊が移動すると同時に、そこは火をつけられて燃やされてしまったというのです。このような沖縄の軍隊が移動して、32軍が創設されると同時に、どんどんと兵力が増していく、それに合わせて慰安所ができていくということはどういうことでしょうか。これは戦争が終わる約1年前ですから、もうすでに日本軍にとっての慰安婦制度、中国他の国々における慰安婦制度というものが軍隊の広報施設として、これはもう当然のものとしてなされていた。その結果、今度沖縄にその部隊が移動してくるときにも、それは当然の施設として要求され設置されたということです。じゃあそこに連れてこられた女性たち、朝鮮の女性、台湾の女性、九州の女性、そして沖縄の女性たちがいますが、全部軍の輸送機によって、輸送船によって、連れてこられている。例えば1944年の11月、50人余りの朝鮮女性たちが鹿児島から日本軍輸送船で連れてこられたというのは、沖縄にその後もずっと生き続けられたペポンギさんの証言なんですが、
重々空襲で8割方壊滅状態の那覇市に到着をして、学校の窓ガラスが全部壊れてしまったようなところに、一晩泊まって、それから渡嘉敷座間味に女性たちは配置されました。でそのように50人余りの女性をまとめて軍の輸送船で来る。それから1944年にはですね、実はこれは沖縄の県史の中に証言として、池村さんという方の証言が記述されているんですが、彼は歯科医で軍の中で台湾に行って医療品を調達してこいと言われたと思って、台湾に行ってみたら、実は慰安婦を運ぶのが仕事だった。そして、53人の女性を連れて宮古へ行く途中に米軍の攻撃にあって46人が死亡した。それは台湾は近いですから、波照間の方で、爆撃を受けて、そこで46人が死亡した。そして、残った7人もですね、宮古に着くと同時に慰安所に運ばざるを得なかったというふうに言っています。実はその他にもまた30人余りを移動しているときに15人が爆撃にあって15人が死にましたという証言などがあって、本当に朝鮮人女性だけでもですね、60人余りがその慰安所に連れて来られる途中で死亡しているというのがよく見えます。ところが全ての部隊に、慰安所を配置したいと意気込む軍部にとって、まだまだ女性が足りない。それで、要求を突きつけたのが辻遊郭です。ここは辻遊郭は約280年代の、沖縄にとってはある意味では交渉制度の場ですけれども、32軍の副官が乗り込んでいって、そして彼は日本刀を振り上げてですね、彼らに、演説をするわけです。その辻の女性たち、ジュリーと言いましたが、アンマーたちを集めて、我々は国民総動員で戦争を勝ち抜かねばならない、お前さんたちに戦争で戦ってくれというのではない、辻でやっていることを慰安所でやって、兵隊の士気を鼓舞し、勇約敵陣に切り込むよう激励してほしいと言ったというのです。実はその場になぜこのような具体的な言葉が残っているかというと、実はその時そばにいてその彼の演説を聞いたのが、当時那覇警察のですね、警部であった山川という方です。後にこの方は立法院議員になって立法院議会の議長にもなった方ですが、自分の戦争の時の経験として思い出として、そのことをエッセイの中に書いているわけです。そしてこのように調査をしてみると、証言をしたこと、あるいは多くの陣中日誌が、実は部隊がその戦争に負けて、それこそいや、収容所などに収容される前にですね、焼却処分をしているんですけれども、その焼却処分の中でまだ免れた書類を米軍が接収しまして、押収しまして、それが後に日本に返されました。でこのような資料は防衛省の資料室の中にありますし、またそれと関連して沖縄のそれぞれの当該自治体、自分の読谷なら、あるいは今帰仁なら、自分の地域にどの部隊が駐屯していたかということに基づいて、そのような資料を集めてですね、それぞれの市町村市にまとめているわけです。実はこの焼却処分ということがあるんですが、これは私たちが慰安婦展をやりました時にある自治体の助役もしていた方が急いでその展示会を見に来ました。そしてその方がですね、ご自分の地域の慰安所があったことが確認できると、彼がこう言ったんです。まだ自分は子供だったけれども、部隊が
撤退をしていくときにそのものを全部燃やしていった。その燃えている煙の中で、子どもたちがわーっと言ってですね、何か戦火になるものは何か使えるものはないかと思って、自分は箱を見つけて急いで家に持って帰った。開けてみたらぎっしりと詰まったコンドームだったということなんです。つまりコンドームはその時の軍需品ですね。そしてその軍需品は毎日慰安所に、軍兵士が行く時に、必ずコンドームを使って性病を防止すること、そしてそれは性病にかかることで、軍医をその戦意を落とすということのために、なっていたわけです。ここで私は沖縄の中でも必ずしも認識されていないことがあって、今女性たちはこの慰安婦問題の調査をしていきながら改めて、一つ、取り上げたいと思っていることがあります。実はその32軍が創設される前の43年の7月から1945年の1月まで、短い1年ちょっとの期間ですが、沖縄に任命知事として赴任していた泉知事がいました。でこの32軍が創設されて部隊がどんどん移動してきて、そして、民家のうちに軍縮をしたりするような中で、どんどんとその家庭とのあるいは若い女性たちとの間の問題が起こっていることにもうとても苦慮していた知事、そこにですね部隊の司令官がやってきて、県知事に対して慰安所設置を要求するわけです。そうするとこの泉知事が、ここは満州や南方ではない、岡山や鹿児島に慰安所を作れと言えるだろうか、いやしくも高度の一部である、高度の中にそのような施設を作ることはできないと言って、この泉知事は拒否をいたしました。ところが実際に、泉知事はその45年の1月に離任をして、香川県の知事に転任していくんですけれども、その次に任命された兵庫県出身の島田知事は、それこそ6月23日その沖縄戦の時に自決をするという、本当に県知事として、県民と共にあった知事としてとても高い評価を上げ、この泉知事に対してはですね、沖縄を見捨てた知事、気弱な知事、という評価が、評判が実はあるわけなんですけれども、実際にどうだっただろうか。もう一度これは改めて軍部が掌握し、軍部が絶対の権力を持ってその本土防衛をするときに、そこにいる知事が住民の福利を、福祉を、住民の安全をと言っているときに、その前にまず、国土防衛だということでですね、強要していたということがあります。そしてこの泉知事のそばで、実はそばに見ていた人が、実際にはこの32軍が沖縄に上陸してしばらくの頃でしたと一緒にいた方が言うんですね。まるで沖縄を植民地のように思って振る舞う軍に対して、沖縄は高度、天皇の方ですね、高度の一部で占領地ではないんだと言って、泉知事がきっぱりと断った様子をそばで見ていた方の証言がありますけれども、このように軍部に非協力的な知事ということが逆に、知事を早期に転任させたことではなかっただろうかと改めて今思っているわけです。特に、次の知事の評価が高ければ高いほど、私はこの知事がどういう思いでこのような態度を出られたかということをもっと知りたいと思っています。戦争が厳しくなってくると、実は部隊が移動していくたんびに、実は慰安婦たちも連れて行かれました。そして壕の中でも慰安婦の仕事、あるいはまた兵隊の看護の仕事までするようになった。ところがさらに
戦局が悪化してくると女性たちはその戦場に取り残された。そしてある八重瀬町南部の方ではですね、17、8歳ぐらいのモンペ姿の朝鮮人慰安婦3人が民家に隠れて泣いていたという、それを目撃した方、あるいは糸満市では朝鮮人女性14、5人が豚小屋に隠れていた。彼女たちは土地勘もなく知り合いもいない戦場を逃げ惑い、その中で多くの人が命を落としたに違いないという証言が糸満の中であります。そして兵士によって米兵によって発見された時のこのキャプションが、貧困のゆえに売られた韓国人女性10人、彼女たちは日本軍倉庫近くを哨戒中の海兵隊によって発見されたという、これはアメリカの公文書館から出てきた資料です。一体何人が連れてこられたのか、そして何人が沖縄戦で亡くなり、そして具体的にはペポンギさんお一人は名前が分かっていますが、何人が戦後の沖縄に残っていらしたのか、本当にまだ明らかになっていません。でも45年の10月に米軍が送還する名簿を作っていまして、それには1584人の中で97名は女性ではないかと言われています。でこのように、生き残って本当に無事に故国に祖国に帰られたのだろうかとも思います。宮古では、実は宮古という島では空襲はありましたけれども戦場ではなかったんですね。沖縄戦のようではありませんでした。ところが食料が全く断たれて、日本兵たちは飢餓で死んでいった島です。ところがやっと日本兵が今度は沖縄の収容所に収容されていくために移動していくときに、朝鮮の慰安婦たちがですね、その兵士たちに向かって石を投げていたという姿が目撃されていますし、また宜野湾の野戦病院では、これは私の友人の母親の証言ですけれども、8月15日戦争が終わった時に看護婦の手伝いをしていた女性が、わあ、バッタ戦争が終わったんだと言って、私たちはもう日本の属国ではない、独立した朝鮮国民なのだと言ってですね、抱き合って喜んでいた様子を見ています。でもその女性たちも別れる時には看護をした人たちと別れを惜しんでたというのです。ペポンギさん、沖縄に残って91年の10月に亡くなりました。彼女は沖縄に連れてこられて、そしてあの収容所の中にもいたんですが、石川収容所にいたんですが、それからも漏れて帰る船には乗らなかった。そしてその後沖縄で大変な苦役をなめました。80年にユン・チョンオク先生が沖縄を訪ねてきて会うことになり、そしてそのことが一つ大きく慰安婦問題を広げて確認をしていくことにつながったと思いますが、このペポンギさんが一度は韓国に帰ってみませんかという誘いに対して固くなにそれを拒んでいた。それはかつての自分の生活の場でもあったそのところに戻れないという思いのと、もう一つ、またあそこにも米軍がいるんでしょうということを言ってた。そして統一の祖国に帰りたいということも最後にはおっしゃっていたというのです。今沖縄には平和の礎が1995年にできて、その沖縄戦で戦った敵であろうと全ての人の流される地に同じ赤い地をしているんだ、そういうことで敵の名前も全部刻銘されています。朝鮮軍部として連れてこられた方は軍部としての徴用があったので名簿があり、その名簿を確認しながら了解をした方の名前は刻銘されています。しかし女性たちの名前は一つもありません。なぜなら彼女たちは連れてこられた輸送船に名簿はなく、現地名で呼ばれていたから本名はわからないわけです。私なんか時間をどんどん過ごしていきそうになっちゃって、そういう
慰安婦が慰安所が145箇所というのは同時期に145箇所がずっとあったわけではなくて、つまり日本軍は後方施設として慰安所が必要だという慰安所制度そのものを最後の戦争の中で沖縄で実施してるんですね。ですから部隊が移動するたんびに新たに、民家を接収しながら移動するたんびに、その慰安所を作っていきましたので延べ145箇所になったわけです。短いのでは2週間ぐらいで閉鎖をして次に行く、そしてあるところでは1ヶ月、あるところでは数ヶ月というふうにしていきました。そのようにして軍は最後の最後まで慰安所を運営し、慰安所に女性を配置し、そして植民地支配のところから女性たちを借り出し、また植民地のように外地のように扱う沖縄の女性たちも慰安婦に動員しながら戦争を戦っていたわけですが、沖縄戦で全ての生き残った者が15、6箇所の収容所に全部かき集められて、その間に米軍はその広大な基地を建設をしました。すでに米軍は占領するときにはどのように基地を配置するかというもう計画図まで持っていたんですね。ですから15、6箇所の収容所に全員をかき集めたそのところに集落であろうと人々の生活の場、あるいは畑、墓、すべてをなぎ倒してですね、このように基地を建設をしたわけです。そしてそれは52年の4月28日、サンフランシスコ条約が締結されて発効する、まあ、前年の9月8日の締結ですけれども、その間、天皇が沖縄についてどうぞ沖縄をこの間25年あるいは50年とあるいはそれ以上でも構いません、日本が共産化されないためにはどうぞ沖縄をお使いください、軍事目的のために使ってください、長期に使ってください、日本の主権は残したままでどうぞ使ってください、そしてその手続きは二国間で結びましょうという天皇メッセージを発していたことが実はあったわけです。そしてそのメッセージを受けたシーボルト、その当時の GHQ の司令官ですね、責任者は、これは天皇の限りなく個人的な欲求による、つまり天皇制護持といいますか、その個人的な欲求によるというふうに感想を書いています。それから沖縄を占領始まる米軍は、実はアメリカ海軍が1944年に制作をした沖縄当時ハンドブック、民事、ハンドブック、民事シビリアンコントロールハンドブックというのを作成しています。でこの作成したものはですね、実は何もアメリカが突然作ったものではなくて、1930年代に日本の文化人類学者が作成をした、ごめんなさい、アメリカでしたかね、作ったもの。そしてこれはハワイに移民をした、広島からも移民する、沖縄からも移民する、沖縄はハワイの移民の中では2番目に大きなグループですけれども、日本の広島が最も多いんですけれど、実はその中で沖縄の人たちが本土からの人たちとの文化もいろいろと関心も違うというようなことから、文化人類学的に研究をした結果、実は沖縄の人たちはですね、日本の人よりも劣っている、そして日本の人よりも劣るどころか、かつて沖縄は日本ではなかったんだ、併合された島なのだ、そして日本人は沖縄の人を差別しているというようなことまで全部書かれたハンドブックが作成されていて、そのハンドブックをもとにして実は沖縄が占拠されていく、そして沖縄の米軍の統治にはそれが生かされていく、
実はそのハンドブックの精神というものはずっと沖縄統治、米軍統治の中でもそのまんまある意味では引き継がれていって、そしてなんと2009年でしたかね、8年でしたか、沖縄の在沖米総領事のメア、ケビン・メアという人がですね、実はそのようなことを明確に言ってるんですね。ですから彼もそういうレクチャーを受けたんじゃないか。アメリカでアメリカン大学の学生が沖縄に行こうというときに、事前研修として国務省の日本部長に、承認をしたケビン・メアにアメリカの国務省の建物の会議室で会ったわけです。オフレコと言いながらアメリカン大学の学生20人余りに彼が言ったこと、これから君たちが行く沖縄はね、実は沖縄という国はこういう場所はこういうことなんだよ、沖縄の人はね色黒で、私みたいに沖縄の人は色黒で、日本の人よりもちょっと背が低くって、そして言葉に鉛があって、そして、独自の文化をいろいろ持っていて、そしてちょうどそれはアメリカにとってのプエルトリコみたいなものなんだという情報をそのアメリカの学生に提供したんです。その場にいた沖縄出身のハワイ三世の青年がですね、本当にそれを聞いた時にショックを受けて、そして沖縄の人はずる賢い、すべてお金を得るためにどんな手段でも使うんだということをそのメアが言ったということで、沖縄に来て沖縄の現場を見、現状を見、そして人々に会い、これがいかにひどい認識かということを改めてオフレコであったにしても公にすべきということで問題にしていったことがあります。そのことを聞くにつけ、本当にこの民事ハンドブック、沖縄統治ハンドブック、沖縄をどのように統治するか、その時には沖縄とはどういうものかという時に、作られていたものがすでにあったということ、ということは駐留して転戦してくる日本軍が実は32軍に最も部隊として大きなのが62師団でした。山西省から移動してきたんですね。山西省から8000人の部隊として移動してきた、その時にその中に近藤はじめさんという両方の戦場を生きてと本を書いて、戦後いかにひどい戦争犯罪を犯したかということを思い起こし、また中国沖縄に訪ねてですね、詫びている方がいるんですが、その彼が沖縄にやってきて沖縄の人たちの様子を見て、沖縄は豚を飼っていて、そして豚を飼うのに人糞のトイレのようにですね、人糞でやってる、これは中国のちゃんころと一緒だな、そういう思いを見ると沖縄に対して、兵士たちから差別意識が起こってきたというんですね。でそういうような結果がまたその暴力に、レイプにもなっていた。そして朝鮮戦争が始まり、沖縄は朝鮮戦争に派兵基地となって、朝鮮戦争は実は日本にとっては朝鮮特需となる、あら、なんかおかしくなった、元に戻すってどうした、あ、映ってるんですけど、これ落としたんです、これ、あ、あれ、朝鮮戦争は日本にとってある意味では戦後の復興のまず一番手ですね。朝鮮特需と言われて、日本はそれで経済的にものすごく利益を得たわけです。朝鮮戦争、沖縄からは嘉手納基地を通してものすごい部隊が出ていき、そしてその朝鮮戦争が終わる頃には実は沖縄の本格的統治が始まり、そして改めて銃剣とブルトーダーで土地が収奪されるということがありました。土地を取り上げられること、全く稲穂が実って、もうたわわに実っているそのところにブルトーザーが入っていって、奪っていったという経験をしています。
そのように、沖縄は憲法の拉致害に置かれて、そして復帰の時に平和憲法のもとに復帰するという願いを込めて復帰運動が展開されたはずなのに、それは実現してみると米軍基地の島というその日米の密約のもとでの復帰でしかなかったということです。そして今でもその状態が続いているわけです。米軍基地が存在するということは、さまざまな人権侵害もありますが、もう一つは長きにわたる基地の使用による環境汚染があります。でも特に改めてこのベトナム戦争時代の使用の枯葉剤を見ていくと、ここで当時のことを明確に言っている米軍の司令官がいるんですね。この実験は沖縄の気候もとても似ているので、ベトナムに似ているのでエージェントオレンジの実験をしたけれども、この実験が決められた背景は政治的軍事的制約もなくということなんです。政治的つまり本土ではこのような実験はできなかった、許されなかったというのです。拉致害に、憲法の拉致害にあり、あるいは米軍占領下にあった沖縄であればこそ自由に米軍はその実験をすることができた。そしてそのことで、実は今アメリカのベトナムにも行かなかったけれども、そのエージェントオレンジを担いでですね、沖縄で作業した経験のある男性が連日性がんになって、それでアメリカ陸軍を訴えたりして、それは認められているのに、実は沖縄のこの状態は認められていません。さて、慰安婦問題を見ていくと、日本軍の凄まじい、暴力、そして慰安婦制度を強いていった日本軍があります。日本軍と入れ替わりにやってきた米軍も逆に同じような暴力を行使します。女性の新たな、ごめんなさい、ちょっと見えにくいですね。これは上陸直後から、ですね、銃やナイフで無防備の女性たちを犯していく、それから収容所から、野戦病院から、井戸から、あるいは列を作って芋掘りに出かけているその戦列に飛び込んできて拉致していくということがありました。あらゆる場所です。9ヶ月の赤ちゃんから6歳あるいは9歳の少女たちを含んで、あらゆる年齢、赤ちゃんをおぶった若いお母さんがそのまんま拉致されて白骨死体で発見される、そのようなことがあると同時に、その新しい命がまた多く誕生いたしました。ベトナム戦争時代、実は多くのあまりにも凄まじい暴力に対抗するために、実は基地の周辺にはその暴力の受け皿としての売春地域や、あるいは基地を一部返還してもらってそこに特別な地域ができたりいたしました。ベトナム戦場から戻ってきた兵士たちが繰り広げる暴力に、実は首を絞め殺されて直接死んでいく死体が裸で道路に放置されている。私は婦人相談員を7年していましたけれど、多くの女性から絞め殺されそうになった、本当に共通の経験を多く聞きました。でもその当時の犯罪は全て、米軍の軍裁判で、裁かれるわけですから、被害者がその結果を知ることもなく、その裁きが正しかったかも確認することもできないまま来たわけです。63年から65年の間は年間1000件以上のものがあったというデータが出ています。実は2年前にアメリカのオリバー・ストーンさんが沖縄に見えてお会いしました。沖縄について10分話をするという時間が与えられたんですが、私はその時オリバー・ストーンさんにですね、オリバー・ストーンさん、私はあなたの映画プラトーンも7月4日に生まれても見ました、とても凄まじいアメリカの兵士たちがベトナム戦争に投入されて、本当にあのジャングルの中で、苦しい戦場を経験したのを見ました。そして改めて
ストーンさん、改めて沖縄の女性たちがどのような暴力を痛みを受けていたかということを改めて私は沖縄の女性を知ることができましたと言いました。そうするとオリバー・ストーンさんは、私はこの戦後からずっと続けて、まとめている、これは96年からまとめたんですが、米軍の戦後の犯罪年表を作成しているんですが、特にベトナム戦争当時ですね、1人ないし4人の人が締め殺されているんですね。で、多くの人がレイプされてもそれを訴えることもできない、そのような状態の中で、オリバー・ストーンさんにお話をしました。兵士の状態は描いているんですけど、兵士の向こう側にいて、そのベトナムから九死に一生を得て戻ってきた兵士たちが、まるでティッシュペーパーを使うように、ドルを5ドル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 と1回の売春料金をはたきながら、逆に、怒りや恐怖をですね、吐き出していった、その受け皿にされた沖縄の女性たちの状況があったということをストーンさんにも見てもらいたいと思って、この年表を見せました。復帰後も見えにくいです、すいません。ただ今90年代になって、実はアメリカの中でも、実はずっとあり続けていたにもかかわらず、軍隊内部の兵士に起こる暴力、性暴力の問題が今やっと明らかになってきています。見えない戦争というドキュメンタリーが制作されて、これはアメリカの議会の中でも上映されたりして、今アメリカの議会でも軍隊内部に起こるさまざまな問題の中で、女性に対する暴力、女性に限らず性暴力がいかに深刻であるか、3分の1は被害に遭った経験を持っているというようなことでですね、軍隊に訓練され、破壊と殺戮と破壊を訓練をし、そして相手を殲滅するように、訓練を受けてイラク戦争で戦って、自分の銃の先を、大砲の先を見てみたら、そこに子どもや女性たちがいた、市民がいたということで、アメリカの女性兵士が自分の子どもすら抱くことができないぐらいの痛みを抱えている。またベトナム戦争に参加した兵士が帰ってきて、自分の妻とベッドを共にすることができない、夜 寝入ってしまったら、いつ何時自分は妻を絞め殺しかねない、そんな経験を持った兵士がいる。つまり戦争に駆り出された兵士たちが受けているその傷は、実はアメリカの中でも深くあるわけなんです。で、そういうことで、今本当に基地を、面積ではなくて基地を使っているのを、面積ではなくて、そこに常駐し、そこに配備され、そして国の軍事主義の先兵として置かれている兵士たち、その軍隊の問題を私はもっともっと捉え直していくべきではないかと思っています。さて、最後の方なんですが、沖縄の、実はですね、沖縄もこの70年の間、米軍基地を抱えて、さまざまな抵抗闘争がありました。住民がずっと、この裏の森は私たちを抱いて、戦争の時に抱きかかえて助けてくれた森だ、そこを戦争のための準備をする基地には絶対にさせまいと言って、恩納村の都市型戦闘訓練施設の建設に村中の人が座り込んで、それを取りやめさせた経験があります。今でも沖縄はフェンスを挟んで、米軍基地と地域住民があるわけですが、沖縄の島全体が基地であると言っても過言ではないほどに、普天間基地から飛び立ったヘリパッドは、オスプレイは高江の北部の方に行って訓練をするわけです。今辺野古に新たな基地を建設させまいという沖縄の挙げての戦いは、これはこの
戦後70年その前夜からつながっている、あるいはその前からつながっている私たちも強い強い思い、軍隊は人間を守らないということ。でもこの辺野古の問題は何かというと、95年の少女の事件があって、そして沖縄の県民の多くの怒りの声が上がった時に、日米両政府はこれで安保が揺さぶられると感じたんでしょうか。サコ合意、沖縄に関する特別合同委員会を立ち上げて、沖縄の負担軽減と称してそれに取り組むと約束をして、今に至っていることの結果です。教科書のことも合わせて、真実を述べるようにという沖縄の大きなつながりがありますし、それから普天間の県内はノーである、県外移設と県内移設と、県内ノーというのは沖縄ではないということなんですね。県内でもはや沖縄ではないのだということです。2010年の5月28日鳩山総理が辞任をしましたが、その辞任の前に彼は県外あるいは国外と発言をした中で、いろいろと考えたせい、やはり抑止力を見るとどうしても辺野古でなければならないのだと言って、合同声明を出し、そして、辞任をしました。その時沖縄では雨が降っていて、もうまるで本当に 天が沖縄の思いを代弁しているかのようでした。新たな琉球処分だ、1879年の処分、52年の処分、それから72年の密約、そして2010年、また新たな沖縄に強いるこの対応です。今沖縄で艦砲のクエヌクサというのは、あの凄まじい艦砲射撃の頭に当たらずに生き残ることができた我々にやることは、この状況を決して続けさせないということです。艦砲のクエヌクサといって、高齢者の方たちが率先をして取り組んでいます。それからこのようにオスプレイ配備に反対をしているさなかに、実はメキシコから、メキシコではなくてテキサス州から、テキサス州の基地から 7,8 人の兵士が沖縄グアムを移動してやってきて、たった2日の沖縄滞在に集団強姦事件が起こりました。これはまさしく駐留している米軍が、その姿勢がいかに沖縄に、日本に対して、あるいは沖縄に対して沖縄の駐留を正当化するものを全く強行しているということです。私たち女性たち、その時の集会はですね、 No Rape No Osprey No US Bases、 これは軍隊の暴力もそこに基地として存続させることも、さらにまた新たな展開をしていこうとする新たな戦争準備のための強化のためのオスプレイ配備に対しても本当に等しくノーであるという意思表示です。さて、どのように解決をこれからしていくのでしょうか。脱軍事化と脱植民地化、私は慰安婦制度は限りなく日本の家父長制、軍国主義の結果であると思っています。今アジアの国々、米軍基地を抱える方々と一緒になってその連携をしているところです。今年の5月に私は30人の女性たちの一人として北朝鮮に入り、それから1週間そこで過ごして韓国に出ていきました。国際女性 DMG ウォークというものに参加しました。沖縄からなぜ参加をしたのか。実は今米軍基地の建設が強行される背景には、北朝鮮のことを潜在的紛争地域と外務省の文書、防衛省の文書の中には明記されているんですね。そのように位置づけている中で、かえって北朝鮮の南北の統一などしない方が逆に、抑止力を高めていく口実になっていくのではないでしょうか。慰安婦問題の解決、過去に遡って本当に私たちはもっともっとその事実を、歴史を明らかにしていく、知っていく、そしてその問題を解決に向けて
力を出していくことが、これから今日からまたやっていきたいと思っています。以上で終わりたいと思います。私たち沖縄から教えてもらうことがたくさんあると改めて感じたお話でした。ありがとうございます。おそらく皆さんもっともっとお話を伺いたいと思われたことと思います。今日高里さんに種類 の本を持ってきてくださっています。これは沖縄の日本軍慰安所と米軍の性暴力という本です。そしてこちらもとても貴重だと思うんですけれども、沖縄米兵による女性の性犯罪というもので、基地軍隊を許さないと行動する女たちの会、沖縄の皆さん方がこの間ずっと沖縄における性暴力を調査し聞き取ってまとめてこられたものです。軍隊は私たちを守らない、そのことを笠田さんのお話は伝えてくれたと思います。どうもありがとうございました。1時までお昼休憩をしたいと思います。1時までです。そして1時までなんですけれども、会場内で実は本当はエルシアターは飲食できないんですけれども、今日はお盆の時期でまた参加者の方も多いということで、特別に場内お食事してもいいことにしていただいております。ゴミですね、ゴミは必ずお持ち帰りになってください。近隣にコンビニでありますとかスーパーがございますので、持ち込まれても結構ですが、ゴミは必ずお持ち帰りいただきますようにお願いいたします。そして昼食休憩中、場内では、日本軍慰安婦問題に関する少女の物語であるとか、私たちは忘れないといったそういう映像であるとか、いくつかの映像を流していきたいと思いますから、中でお昼しながら映像をご覧になっていただくのもいいかと思います。またロビーでは先ほどお伝えいたしました高里さんのご著書でありますとか、お昼からの高橋哲也さんのご著書、また参加団体のいろいろな物品書籍を販売しております。また南京のパネル展も今回出してもらってますので、そちらもご覧になってください。では次にまた1時に再開したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。休憩してください。皆様お疲れ様です。加害の歴史にしっかり向き合ってこそ平和な未来を築くことができる午後からの部、ただいまより再開したいと思います。先ほどは申し上げましたが、携帯電話確認は一度お願いいたします。また撮影録音は主催者のみとさせていただいております。もし報道関係などで写真などが必要なお方は受付に申し込んでください。お願いいたします。さて午後からの部最初なんですけれども、この緑の、資料のところにプログラムが書かれています。午後の最初のプログラムはアピールです。昨日安倍談話が発表されましたが、安倍談話に抗議するアピールを行いたいと思います。裏で持ってくださっていると思いますが、お願いいたします。高北龍太郎さんからお願いします。紹介いただきました中北です。昨日午後6時から安倍談話発表されました。この安倍談話に対し全国各地で大きな怒りの声が沸き起こっております。これまでの主要談話として戦後まさに最低最悪の首相談話ではないでしょうか。お手元に、安倍談話に抗議するという、A4 1枚の用紙をお配りしております。その要点用紙を訴えて、抗議、声明に変えさせていただきます。この戦後70年植民地支配と侵略の加害の歴史を清算すること、そして東アジアの
平和を構築する、それが2つの最大の課題であります。ところが安倍談話はこうした2つの課題に対し背を向け、全く逆行するものになっています。それどころか過去の侵略戦争を正当化し、そして次の戦争に踏み出すためのさまざまな欺瞞を漏しています。こうした安倍談話に対し、私たち戦後70年東アジアの未来へ宣言する市民は蛮行の怒りを持って強く抗議します。日本は植民地支配や侵略戦争によってアジア太平洋の多くの人々に深刻な人権侵害を引き起こしました。こうした過去の過ちを曇りなき目で直視をし、誠実に対応し、植民地支配責任、戦争責任、そして戦後責任を真っ当に果たしてこそ、日本は平和な国を作ることができ、そして東アジアの人々とともに平和な未来を築いていくことができます。しかし、どうでしょうか。安倍首相は日露戦争を他国に勇気を与えたと賛美をしています。しかし日露戦争というのはまさに朝鮮の植民地化、中国侵略のための共闘法を築く、そんな戦争でありました。また15年戦争の開始を経済的打撃を受けたから、その打開策としてやむを得ない行動だったんだと正当化を図っています。こうした歴史観の歪みのゆえに、自ら植民地支配と侵略の責任について反省とお詫びを語ることができていません。これまでの歴代政権がそう言ってきた、否定できない事実と述べただけであります。全く主体、主語がありません。戦争責任、戦後責任を曖昧にしている。この安倍談話、村山談話よりもはるかに後退するものだと言わざるを得ないと思います。歴史改ざん主義者と評価されてきた安倍首相、植民地支配と侵略による多くの被害者に対し加害者としての責任を感じてさえいません。日本軍慰安婦加害者を認めたくない安倍首相は慰安婦という言葉さえ使うのを避けております。強制連行、強制労働、南京大虐殺についても同じことであります。安倍首相はまさに戦後無責任国家の象徴的存在にこの安倍談話を通じて明確になったと断定できると思います。戦争責任、戦後責任を曖昧にしたこの安倍談話、もう一つの柱は積極的平和主義の旗の下、戦争法を制定していくということを高く掲げ訴えているという点にあります。積極的平和主義、先ほど司会も言われたように積極的に武力を行使をする、戦争をすればするほど日本と世界は平和になるという憲法9条の武力なき平和の理念と真っ向から反するものであります。この旗印の下で戦争法が作られたならば、
過去の戦争、あの忌まわしい戦争で2000万人ものアジア太平洋地域の人々の命を奪い、310万人の日本人に死の犠牲を強いた、人間を殺し殺させる、人間を人間でなくする戦争を再現することに他なりません。積極的平和主義、戦争法制定に断固として反対します。また安倍談話は戦後日本は平和国家だったと強調しています。しかしそうでしょうか。日米安保体制が深まるにつれ、沖縄をはじめ米軍基地が固定化され、軍拡が進んできました。その行き着く先が今参議院で審議をされている戦争法案であります。植民地支配と侵略を美化し、戦争法を制定しようとしている安倍首相に平和国家を語る資格など全くありません。東アジアの平和のためには安倍首相は一日も早くやめる、アジアの平和のためにこれが最善の道だと確信をします。安倍談話によってますますその確信が深まっています。これまで私たち市民は過去の清算と平和憲法擁護のさまざまな活動を続けてきました。この2つの課題を戦後70年の今年こそさらに飛躍をさせる出発の年にすべきであります。こうした2つの活動の発展こそが安倍談話を克服をし、東アジアの平和の道を作っていく唯一の道だと確信をしています。繰り返します。私たち戦後70年東アジアの未来へ宣言する市民は、加害の歴史に向き合って平和な未来を築こうとしない、この安倍談話を断固として抗議をする、絶対に許さない、そのことを私たちの声明として抗議文として改めて発表させていただきます。共に頑張っていきましょう。安倍談話を木っ端みじんにする講義をしていただきました。それでは次に、午後のメインテーマの一つであります、はい、高橋哲也さんの講演をいただきます。タイトルはズバリ戦後70年の日本を問うです。少しご存じの方ばかりですが、少し紹介をだけさせていただきます。高橋さんは1956年福島でお生まれになりました。現在は東京大学大学院総合文化研究科の教授でいらっしゃいます。哲学者でもいらっしゃいます。20世紀のヨーロッパ哲学を研究しながら、一貫して戦争責任や歴史認識の問題に積極的に発言されてまいりました。多数の書籍がございますが、戦後責任論、歴史認識論争、憲法のポリティカなど、また千曲書房の靖国問題がベストセラーにもなったりしておりました。はい、そういうたくさんの書籍がございます。戦後責任、靖国問題や憲法の問題と合わせて、最近では安倍政権による安保法制の強行採決など、憲法破壊の行為に対して、激しく厳しく問い、そして批判的な知識人として広く知られていらっしゃいます。それでは講演を伺います。戦後70年の日本を問う、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました高橋哲也でございます。
70年前の敗戦から遠い月日が経ってしまいました。にもかかわらず敗戦の後始末ができていないこの日本、そのために私たちは70年後の今日においても改めて日本の歴史を問い直さなければいけない、そして日本の現在を問い直さなければいけない、そういう状況に置かれていると思います。まあ、そういう中でこの東アジアの人々と平和の未来を作っていくために加害の歴史にまず向き合わなければならない、まあ、そういう趣旨で市民宣言を作られました。皆さん、その趣旨そして内容に私は心から賛意を表したいと思います。先般発表されました宣言文のみならず今日は非常に詳細な日本の植民地支配責任や戦争責任や戦後責任に関わる文書もまた発表されたということで、私は今日初めてこれ拝見したんですけれども、まあ、市民の運動の成果としてですね、これだけの詳細な文書がここで発表できた、非常にクオリティの高い歴史認識がここで確立されているということで、心からこれは敬意を表したいと思っております。今日は戦後70年の日本を問うというテーマでお話をするわけですけれども、まずは何といっても安倍談話ですよね。今中北弁護士から木っ端みじんにされてしまった安倍談話ですが、ここに全文を持ってまいりました。日本文と英文で、まあ、新聞に発表されているものを持ってまいりました。今日のお話の前半では、まあ、多分半分ぐらいになると思うんですが、まあ、この談話についての私の分析を少し展開してみたいと思います。で、後半では安保法制をはじめとする現在の日本の状況についてお話をさせていただきたいというふうに思います。で、まずこの安倍談話なんですけれども、まあ、先ほど戦後の首相の談話としては、まあ、最低最悪だという断定がなされました。私も同感です。ただですね、安倍首相としてはおそらく今非常に曖昧模糊としたもやもやとした割り切れない思いを持っているのではないかとも想像しています。まずですね、何といってもこの談話を見てすぐ分かるのは安倍首相の本音は出せなかったということなんですね。安倍首相の本音は日本のかつての戦争は自存自衛の戦争でありアジア解放の意味すら持っていた、慰安婦問題などは捏造であって、反日勢力の日本に対する攻撃に過ぎないんだと、まあ、こういうことですよね。で、これをどう名付けるか、私は、まあ、永久戦犯を防止した靖国神社の歴史観、まあ、これに倣って、まあ、靖国史観というふうにこれを今名付けておきたいと思いますけれども、この靖国史観をですね、談話の中で、ストレートに出すことはやはりできなかったということですね。これは現在の国際社会を考えてみれば当たり前のことでありまして、日本の中でだけ一部の人々の喝采を見るためにですね、こう増殖してきたガラパゴス的な進化を遂げた歴史家に過ぎませんから、日本の首相として国際社会に対して戦後70年の8月15日にこういう歴史観を展開できるはずはないわけですね。ですから彼の中では一つは敗北感があるはずです。で、この点でですね、例えば彼をこの間ずっと支持してきた、まあ、コアな支持者たちですね、まあ、有名どころでは桜井よし子さんとか中西照政さんとか、まあ、こういう人たちですけども、こういう人たちがこれをどう受け止めるか、裏切られたという反応が出てくるのではないかと私は予想しています。そういう意味で安倍首相は敗北感を
一方では持っているに違いないと思います。にもかかわらずですね、往生際が悪すぎるというふうに言わざるを得ない。この談話の中では、まあ、先ほどもありましたけれども、日本の植民地支配、戦争、侵略、こうしたものについての加害責任が極めて曖昧にされてですね、誰が誰をどうしたのかということが全て曖昧にされる、要するに日本の責任を相対化する、そういう形でですね、日本の加害責任からの遁走、逃亡が図られているというふうに言わなければならないからですね。で、安倍首相もこれは本心ではありませんよというシグナルをいろんなところに散りばめてるんですね。往生際が悪いというのはそのことであります。じゃあどこが問題なのかということですが、まず70年前に日本の敗戦で終わった歴史、この歴史に対してはですね、二重の曖昧さがあると言っていいと思います。一つは植民地支配や侵略に対してですね、誰が誰に対して何をしたのか、この点が全く曖昧にされている。まあ、主語が曖昧という話がありましたけれども、過去の歴史について主語と目的語、誰が誰に対してということが曖昧になっているんですね。例えばですね、冒頭でこういうふうに始まっている。100年以上前の世界には西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に植民地支配の波は19世紀アジアにも押し寄せました。その危機感が日本にとって近代化の原動力となったことは間違いありませんと言っています。100年以上前の世界には西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が広がっていました。日本は入ってるんでしょうか、入ってないんでしょうか。100年前、1915年、すでに日本は台湾、朝鮮等を植民地にして植民地支配をしていたわけですよね。このことが全く消されているということであります。その上でアジアで最初に立憲主義を、立憲政治を打ち立て独立を守り抜きました。日露戦争は植民地支配のもとにあった多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。こういうふうに言われてまして、日本の日露戦争までの歴史を誇る、世界に向かって誇るということをやっているわけですね。まあ、これはいわゆる靖国士官の人たちが繰り返しやっていることですけれども、日露戦争というのは朝鮮を植民地化した、そういう戦争でしたね。朝鮮半島、そして、中国東北部、これを戦場として行われた戦争であって、その結果として、日本はその勝利の余勢を買って、韓国併合に突き進んだわけでありまして、この点の認識が全く欠けているということでありまして、これはこの最初の段落は完全な遁走であります。歴史の事実、加害責任からの逃亡であります。日本が侵略戦争に突き進んだのは満州事変からだ、まあ、こういう構図になっているわけですが、これは日本の歴史認識のこれまでの変遷を考えますとですね、いわゆるしばし感というものに構造的には似ています。しばし感といいますのは作家の司馬太郎氏が、まあ、唱えた歴史観でですね、ご存知のあの有名な小説坂の上の雲、日本は日露戦争の勝利までですね、坂の上の雲を目指して、若々しいそのナショナリズムにあふれて健全なナショナリズムの国家を作ろうとしていたんだ。しかし昭和に入って、軍部が台頭して日本は悪い道に進んでしまったんだ、こういう歴史観ですね。安倍談話の冒頭にありますように、韓国併合に至る植民地主義の歴史を問わない、そこまでの戦争の歴史、戦争の加害責任を問わないで、
満州事変以降にだけ問題を限定してしまう、この構図、安倍史観とそっくりなわけでありまして、実はこの歴史観はいわゆる靖国史観の人たちだけではなくて、むしろいわゆるリベラル派といいますか、日本の中で良心的知識人などと言われてきた人々にもですね、共有されてきたものなので、ここで改めて私たちはそのような歴史観が極めて狂愛なものであるということを確認せざるを得ないと思います。さて、その上で満州事変からの戦争、侵略戦争の歴史についてはではどうかと言いますと、結局日本は経済のブロック化を進める世界の中で大きな打撃を受けたがために、孤立感を深めて外交的経済的な行き詰まりを力の行使によって解決しようとしたんだと、こう言っているわけですね。この経済のブロック化というのは、日本も植民地を含めて円ブロックというのを作ったわけですよね。ですから日本だけが被害者であるということは言えないわけです。そしてそれを力の行使によって解決しようと試みた、このことについてですね、日本は世界の体制を見失ったとか、それからここですね、進むべき進路を誤りと日本文ではなってますけど、英語では took the wrong course、 悪い道を選んだ、間違った道を選択した、こういう表現になったんですね。ですから満州事変以降の戦争については、間違った戦争だった、 wrong course、 こういう価値判断をここだけですね、一応示しているわけです。ですからここで例えばアメリカがこれを納得する、おそらくはアメリカ政府などを念頭において、ここはやはり譲らないといけないというか、靖国師範を貫けないところだなということだったんだと思いますね。ですから繰り返しますが、靖国師範の人たちにとってはこの表現は許せないということになるんじゃないかと思います。しかしですね、それじゃあ安倍首相は満州事変以降の侵略戦争の歴史を本当に加害の歴史として直視しているのか、その責任を引き受けようとしているのかというと、決してそうではない。こういうふうに言ってますね。二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。事変、侵略、戦争、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならない、こんな言い方をしている。事変、侵略、戦争、まあ事変というのは当時日本政府が満州事変、支那事変、上海事変と戦争と言えなくてですね、事変というふうにごまかしていた表現ですから、これはまあ日本の戦争のことだろうと、満州事変、上海事変、支那事変等のことだろうとは想像がつくんですが、そのようにはっきり言わないわけですね。侵略についてもですね、誰を侵略したのか、どの国を侵略したのか、はっきり言わないで、ただもう二度と力の行使を用いてはならないとだけ言っている。二度と用いてはならないという以上は、かつて用いたことがあるということはほのめかされているんですが、しかしそれが日本だということもはっきりしていないんですね。もうあまりにも曖昧であって、これでなんとかごまかそうとしているとしか言いようがありません。でこの一節の次にもう一度植民地支配が出てきます。植民地支配から永遠に決別し、全ての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない、こういうふうに言われているので、ここでも日本の植民地支配、日本が朝鮮半島や台湾やその他の植民地に対してですね、行った支配の責任というものが明確化されず、ただ植民地支配一般からの決別を言っているだけだということですから、全くですね、曖昧なことをしていると言わざるを得ないんですね。曖昧なことをしているのはもう一箇所、この戦争の陰で、戦場の陰でという言い方ですが、戦場の陰には深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも忘れてはなりません。このように言って、あたかも慰安婦問題について反省をしているかのような
ほのめかしをしていますけれども、しかし先ほどもありましたように慰安婦、性奴隷、こういった表現を決して使わない、戦場の陰で女性たちが戦争の間深く名誉と尊厳を傷つけられるようなことがあったということを一般化してですね、日本の問題としてはこれを引き受けていないということが明らかだろうと思います。まあ、このようにして植民地支配についても侵略戦争についてもですね、限りなく責任を曖昧にしていく、まあ、そういう歴史認識になっている、歴史認識とすら言えないかっこつき歴史認識に過ぎないということが言えると思います。さらに二重の曖昧さと言いましたけれども、今のですね、歴史の経過についての曖昧さに加えて、この歴代の内閣の立場を継承すると、こういうふうに言ってるわけですね。我が国は先の大戦における行いについて繰り返し痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。中略しますけれども、こうした歴代内閣の立場は今後も揺るぎないものであります。これで反省とお詫びを表明したと言いたがってるんですけれども、これは歴代内閣の引用に過ぎないのであって、安倍首相自身がですね、私は日本の首相として心からのお詫び、痛切な反省を表明するということを言っていない。先ほど村山談話からの大幅な交代だとありましたけれども、全くその通りだと思います。村山談話は、日本がですね、植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に多大の損害と苦痛を与えたと言った上で、私はと言ってるわけですね。未来に過ちなからしめんとするがゆえに、この疑うべくもない歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします。私は日本の首相としてはっきり言ってるわけです。これは日本を代表する内閣総理大臣村山富市氏の認識だということがはっきりするわけですけれども、安倍首相はそれを避けています。この意味で二重の曖昧さと私は言いたいと思うんですね。この談話、私が昨日夜ですね、初めて読んだときに、ドイツのワイツネッカー大統領の1985年のアラノの40年と言われるあの演説の調子を少し思い出しました。それは例えば戦後70年にあたり国内外に倒れた全ての人々の命の前に深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに英語の哀悼の誠を捧げますと言って、まさに国内外でですね、犠牲になった人々のに対して、ややセンチメンタルとも言えるようなこの、感情表現を使ってですね、この哀悼の誠を捧げるということをやっているところなんです。ワイツェッカー大統領の演説でもですね、ここが一つ重要なところになっているわけで、戦後40年目の5月8日ドイツの敗戦記念日に、ドイツのナチスのですね、ナチスドイツの不法行為と、そして戦争によって被害を受けた人々に哀悼の念を表するというところがあるわけですね。そこの調子がかなり似てます。パクリとまでは言えませんけれども、すごく似ている。似ていますが、大きく違うのは安倍首相の場合はですね、まず300万余の同胞の命が失われましたと言って、日本国民の被害ということについて述べています。その上で戦火を交えた国々でもと言って、中国、東南アジア、太平洋の島々などというふうに続けているわけですね。私はこの順序に
こだわりたい面があります。ワイスゼッカー大統領はまずユダヤ人を挙げました。次にソ連、ポーランドなどドイツの戦争によって甚大な被害を受けた国々の人々を挙げました。ドイツ人の被害についても挙げていますけれども、まずはドイツの加害によって甚大な被害を受けたユダヤ人と、そして戦争被害国の人々を名指してですね、そして哀悼の意を捧げているわけです。この辺にもですね、安倍首相の、まあ、日本中心主義といいますか、加害責任、自覚が足りない面があるのではないかと思います。ワイツェッカー大統領の演説に触れたついでに、まあ、ドイツの政治指導者との違いとして私が常々思っていますのは、ワイツェッカー大統領の演説は1985年ですけれども、東西冷戦終結後1990年代の末から2000年代の初めにかけてですね、ドイツの大統領や首相はワイツェッカー大統領にもさらに踏み込んだ謝罪をしています。これ日本ではほとんど知られていないんですけれども、ドイツ連邦共和国大統領府のウェブページなどから演説文を見ますとですね、それを確認することができます。ワイツェッカー大統領の次の大統領はローマン・ヘルツォーク大統領という人ですが、この人が、ワルシャワ決闘放棄、40周年記念という時にですね、ポーランドにドイツの大統領として初めて招かれまして、そして演説をしています。でポーランドではもちろんドイツの首相をワルシャワ決闘放棄の記念式典に呼ぶことに反対があったわけですけれども、ヘルツォーク大統領はそれをも踏まえてですね、私がここへ来ることに反対した人々がいることも十分理解しますと言った上で、ドイツの大統領としてドイツ国民を代表して許しを請いますと言ってるんですね。許してくださいと言ってるんです。でこの表現、ドイツ語で許しフェアゲーブンと言いますが、英語で言うとフォーギブネスにあたりますね。この表現をですね、当時ドイツの大統領首相が何度か使ってるんですね。ヘルツォーク大統領の次はヨハネス・ラウ大統領ですけれども、この人は東側社会主義圏崩壊後に東側の強制労働強制連行の被害者が出てきて、ドイツやアメリカの裁判所に補償や謝罪を訴えて裁判を起こしました。これに対してドイツは政府と企業と半々ずつ出してですね、保証、個人保証するということをやったわけですけれども、これの合意ができた時にラウ大統領はやはり、同じですね、許しを請いますという表現を使っています。さらにラウ大統領はドイツの大統領として初めてイスラエルを訪れて、イスラエルの国会で長い演説をしましたが、この冒頭に何度もユダヤ人に対して許しを請いますと言っています。もう一回はですね、シュレーダー首相ですね。シュレーダー首相が2005年だったと思います。戦後60年目のモスクワで対独戦勝記念式典が行われた時、つまりナチスドイツとスターリンのソ連の戦争ですね。ここで、まあ、ソ連が勝った、ナチスドイツを敗北に追い込んだ、これを、まあ、ソ連崩壊後ですからロシアですけれども、ロシアは戦勝記念式典を行っているわけです。そこにシュレーダー大統領が招かれたわけですね。でその時にシュレーダー首相ですが、シュレーダー首相はナチスドイツの戦争で最大の被害を受けたのは旧ソ連の諸国である、2000万とも2500万とも言われる、そういう犠牲者を出した。そのことに対して私はドイツ国民の名において、つまりドイツ国民を代表して許しを請いますと言ってるんですね。大統領や首相がですね、許してくださいと公に言っているわけです。まあ、こういう重い表現はあまり繰り返して使うべきではないと思いますが、被害者のいる前で被害国を訪れた時に
そういう重い言葉でですね、謝罪をしている、こういうことを考えますと、安倍首相のこの談話がいかに陳腐なものであるかというふうに私は感じざるを得ないというふうに思います。もう一つは戦後の歴史についてですね。先ほどこれも中北さんからご指摘がありました。私も基本的に同感です。戦後の歴史については、自由、民主主義、人権、法の支配、こういった価値観に基づいて、日本は平和国家としての歩みを続けてきたということを、誇っているわけですね。でまず戦後レジームからの脱却と言ってた人が何を言ってるんだろう。こんな戦後の歴史を全面肯定していいんだろうかと思いますね。それはさておき、果たして安倍政権自由を大事にしてるでしょうか。メディア、マスコミ、沖縄の新聞2つは潰してしまえみたいな、そういう表現の自由に対する圧迫を続けているのはどの政権でしょうかね。民主主義と言ってますけど、安保法制は世論の反対が強い。辺野古移設についても沖縄の7割8割の人が反対している。原発再稼働だって反対多数の中で強行している。どこが民主主義の尊重でしょうかね。人権については言うまでもありません。従軍慰安婦の人々に対して、昨年、朝日新聞バッシングがありましたけれども、慰安婦問題は捏造だということを言ってきたのはどこの誰でしょうか。法の支配と言ってますが、安保法制のどこに法の支配があるんでしょうか。憲法違反であり、かつ立憲主義そのものを無視して閣議決定で憲法で禁じられていることをやろうとしている。全く言ってることとやってることがあまりにもギャップがありすぎるんですね。そして不戦の誓いを守り続けてきたと言ってますが、私はここにやはり私たちが戦後70年において、深く顧みなければならない戦後日本の問題点というのが あるように思います。私は戦後日本が憲法9条の下で、平和国家としてやってきた。自衛隊は他国の人を一人も殺さず、また殺されなかったという形で戦後平和国家としての日本を誇るということにどうしても違和感を持たざるを得ません。憲法9条は私はどこまでも守っていくべきものだと思っています。守るという意味が違いますけれども、安倍首相のような国家権力を持つ人々、この人々に守らせるという形で憲法9条が変えられないようにこれを守っていくべきだというふうに思っていますけれども、しかし憲法9条の下で戦後日本は一体どういう形で戦争と関わってきたのかというふうに考えますと、私はアメリカの戦争に加担してきたと言わざるを得ないと思います。今日米同盟という言葉で言われてますけれども、日米安保条約に基づいて、日本に米軍基地を置く、その多数が沖縄に集中させられてきた。これは先ほど高瀬さんからお話があった通りですけれども、沖縄をはじめとして日本の米軍基地から出撃していった米軍がどこでどれだけの人を殺傷してきたのか、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン攻撃、そしてイラク戦争、私は日本はアメリカの戦争に加担してきたと言わざるを得ないと思っています。でその果てにですね、今安保法制というものが、国会で、成立させられようとしているわけですが、
私はこの安保法制、安保法制を通すためにですね、この70年談話で安倍首相は若干の敗北を感じながらも妥協せざるを得ないと思ったのではないかというふうにも感じています。歴史認識の面では若干の妥協をしつつ、そして彼にとってやはり最大の政治目的である憲法9条の改悪、そしてそれは彼にとってはイコール、ほとんどイコール集団的自衛権の行使ようにいうことなんですね。それに向かって突き進んでいるというふうに感じられます。安保法制については先ほど言いましたように内容的に憲法違反である、これまで禁じられてきた集団的自衛権の行使を認める、しかも自衛隊の米軍協力というものがグローバルに認められ、かつ後方支援という名で事実上米軍の戦争と一体化していく、それに対する歯止めがないということですから、明らかな憲法違反であると同時に、それを憲法改正手続きを取らずに閣議決定で集団的自衛権の行使を認めて、そして憲法違反の法律を作って、違憲合法っていう話昔ちょっとありましたけれども、憲法違反だけれども合法だと言ってですね、合法であるという見かけを作って、そして自分の目的を遂げようとしている。安倍首相が集団的自衛権に対してどういう執念を燃やしてきたか、ここで、2004年彼が自民党の幹事長だった時代にどういう発言をしていたかについて皆さんの注意を喚起しておきたいと思います。2004年、まだ第一次政権の前ですね、安倍幹事長、自民党安倍晋三幹事長は岡崎久彦氏との対談本国を守る決意の中で次のような発言をしていました。我々には新たな責任というものがあるわけです。新たな責任というのは日米安保条約を堂々たる総務制にしていくということです。総務制というのは偏務制に対して総務制です。お互いに責務を義務を、これが総務制です。続けます。言うまでもなく軍事同盟というのは血の同盟です。血液の血です。日本がもし外敵から攻撃を受ければアメリカの若者が血を流します。しかし今の憲法解釈の下では日本の自衛隊は少なくともアメリカが攻撃された時に血を流すことはないわけです。実際にそういう事態になる可能性は極めて小さいのですが、しかし完全なイコールパートナーと言えるでしょうか。安倍首相は自分たちの新たな責任というのは安保条約を堂々たる総務制にしていくこと、言い換えれば完全な軍事同盟としての血の同盟にしていくということ、具体的には日本が攻撃をされた時にアメリカの若者が血を流すだけではなく、アメリカが攻撃された時に日本の若者が、自衛隊員が血を流す、そういう同盟にしていく、これが自分たちの責任なんだ、こう発言しているわけですね。続けますが、総務制を高めるということは具体的には集団的自衛権の行使だと思います。この問題から目を背けていて、ただアメリカに文句を言っても物事は前進しません。我々の安全保障にとっても有益ではないと思います。つまり我々の安全保障にとって今必要なことは、アメリカが攻撃された時に日本の若者も血を流すことができるようにすることだと、すなわち集団的自衛権の行使をできるようにすることだ、こういうふうにもう10年以上前からですね、首相になる前からこれこそが政治的な目標なんだと言ってたわけです。それを今彼は実現しようとしてるんですね。そして関連して靖国についても発言しています。靖国神社の問題は常に国家の問題を考えさせられます。国家が存続するためには時として身の危険を冒してでも
命を投げ打ってでも守ろうとする人がいない限り国家は成り立ちません。その人の歩みを検証すること、褒めたたえることですね。その人の歩み、すなわち命を投げ打って国を守ろうとした人をの歩みを褒めたたえ、検証することを国家が放棄したら、誰が国のために汗や血を流すでしょうかということですね、とこういうふうに言っています。すなわち安倍首相が靖国神社参拝は日本の首相の責務だと言って参拝に執念を燃やしているのは、単なる過去の戦死者に対する慰霊のためではないんですね。つまり国のために血を流す若者を確保するためなんです。集団的自衛権の行使をしていくためには、すなわち個別的自衛権と集団的自衛権、いずれの意味でも自衛権の行使として武力行使をしていくためには、若者が血を流すその覚悟をですね、そういう覚悟を持った若者を集めなければいけない。だからそうした若者、そうした戦死者たちを国の代表である首相が靖国神社に参拝することによって検証するんだと、こういうふうに言ってるわけですね。集団的自衛権の行使と靖国参拝との本質的な結びつきがここで見えてくると思います。ちなみに安倍首相が自分の後継者として考えているのは誰なのか皆さんご存知でしょうか。現在の自民党政調会長でしょうかね、稲田朋美議員ですよね、はい。稲田朋美議員が同じ頃、小泉政権下ですが、2006年に産経新聞にですね、こういう文章を出しています。タイトルは首相の参拝は安全保障問題というんです。小泉首相は参拝を繰り返しているけれども、これは単なる異例のためではない、安全保障問題なんだというわけで引用します。首相の靖国参拝は国のために命を捧げた人々が感謝も敬意も払われず、まるで犬死にのように扱われ忘れ去られるようでは、一体誰が国のために血を流して戦うのかという問題なのである。首相が靖国に参拝することの意味は、不戦の誓いだけではない、他国の侵略には屈しない、祖国が危機に直面すれば後に続くという意思の表明であり、日本が本当の意味での国であることの表明なのである。この点に触れずに靖国問題を政教分離や対アジア外交の問題に矮小化することは戦後体制の歪みそのものである、こういうふうに言って、靖国参拝は安全保障問題であると言ってるわけですね。つまりこの認識で一致しているのは稲田さん、あなただけだということで、後継者に考えているそうであります。この辺のことを認識すればですね、安保法制、いくら安倍首相がリスクは高まらないとか、戦争にしないための法案だとか、不戦の誓いを守っていくんだとか言ってもですね、実はそうではないということがはっきりしているのではないかと思います。私は国会でこの血の同盟発言を追及する野党の政治が出てこないかなと思ってるんですが、なかなか出てこないですね。さて、戦後日本の、歴史を含めた現在の問題に戻りたいと思いますが、この安保法制ですけれども、安保法制というのはですね、当然私はこれを廃案に追い込みたいと思っていますが、しかし問題は安保法制だけではありませんね。安保法制というのは、今年の4月に改定されました日米防衛協力のための新ガイドラインに対応した国内法の整備といいます。でこの日米防衛協力のためのガイドラインというのは1978年に初めて策定されたもので、その後冷戦終結後1996年に日米安保共同宣言というのが出されているんですが、その翌年にこの78年のガイドラインが新ガイドラインに改定された。でそれが今回ですね、昨年7月の集団的自衛権行使の閣議決定というのを受けて、日本側の強い要請で再び改定された、こういうふうに言われている。
その新ガイドラインに対応する国内法の整備だということになります。で、結局この今回のガイドラインの再改定で、この日米防衛協力というものがですね、本来日米安保条約では日本の安全および極東における国際の平和と安全の維持というところで、その在日米軍を認めるということになっていたんですけれども、明らかにこの日米安保条約の範囲をも逸脱して、グローバルな戦争協力をするものになっているということですにもかかわらず、しかしこの新ガイドラインの改定においては常にですね、これは日米安保条約を基礎とするということが謳われているわけですね。私は先ほども言いましたが、戦後日本は憲法9条がありながら日米安保条約を結んで在日米軍基地を置き、そこから米軍の出撃を許してしまった。この限りで日本は戦争にやっぱり加担してきたんだ。日本の有権者の政治的意思、政治的な選択の結果として日米安保条約が維持され、日本に沖縄が圧倒的に多いわけですけれども、この米軍基地があって、そこから出撃した米軍が朝鮮戦争からイラク戦争まで多くの人々を殺傷してきたということを考えると、その人たちの被害、これに対して日本が責任がないと私は言えないと思うんですね。そういう意味で私は憲法9条を実現していくためには日米同盟を何とかしなければいけないというふうに考えます。現実はどうでしょうか。今年の7月22日に共同通信が戦後70年の世論調査ということで、かなり大規模な世論調査を結果を発表しました。で、今年の5月6月に調査したということですから、安保法制に対する反対の意見がこう急速に盛り上がってきた時期になりますが、その時期にですね、こういう質問をしています。日本は戦後米国と安全保障条約を結び同盟関係を築いてきました。あなたは日米の同盟関係をどう思いますか。日米同盟をどう思いますか。今よりも同盟を強化すべきだ、 20% います。5月6月です。今の同盟関係のままでよい、 66% です。合わせると 86% が日米同盟賛成支持なんですね。私はこれはため息が出るような結果だと。同盟関係を薄めるべきだが 10%、 そして同盟関係を解消すべきだがなんと 2% しかいません。日米安保条約をやめるべきだ、これは革新勢力が強かった時代には3割ぐらいの支持があったわけです。それがそうですね、80年代ぐらいからはもうずっと1割ぐらいの支持に低迷していたんですが、なんと今年は 2% になってしまったということなんでしょうか。私はこの結果を見れば、多くの日本の有権者の頭の中では憲法9条と日米安保条約、日米同盟というのが両立していると言わざるを得ないんですね。憲法9条を変えるべきでないという人は安倍政権になって増えてるんですね、安倍首相のおかげで、この調査では護憲が 60%、 改憲が 32% というので、護憲が改憲の2倍になった、平和主義志向が定着したというふうに書いてます。しかし果たしてそう言えるのか。日米同盟支持が 86% ですよ。ここに私は戦後日本の根本的な矛盾があるというふうに思います。私は安保法制を廃案にした上で、この日米同盟そのものをですね、憲法9条に反するものとしてやはり解消に向けて働きかけていくということが私たちの責任なのではないかというふうに考えるんです。
で私はその中でですね、6月17日に小さな本新書を出したんですけれども、これは沖縄の米軍基地県外移設を考えるという本です。今日も持ってきていただいています。でここで私は沖縄の米軍基地というのはもともと安保条約、沖縄の人が関与せずに結ばれた日米安保条約によって日本復帰後正当化されている、そして日米同盟支持が8割から9割に達している、そのほとんどが本土の有権者の支持である以上は、私は沖縄の米軍基地は安保体制の下では本来本土にあるべきものだということを主張しました。ですから沖縄からは県外移設という声が上がってきました。現在政府と翁長知事との間で辺野古の工事を一時中止して議論がなされているということですが、翁長知事の記者会見を見ても県としては県外移設をベースにさまざまな可能性を追求していきたいとおっしゃって、鳩山首相が追求して簡単に挫折した県外移設ですけれども、鳩山首相は残念ながら準備がなかったですし、政治的手腕もちょっとどうかと思いますし、何よりも論理がなかったと思っています。私は沖縄の県外移設の声は本土の側では基地引き取り、この論理として私は成り立つと思っています。先ほど申しましたように安保条約を結んだのは日本の有権者の支持の下で日本政府が結び、これを維持してきて今8割9割がこれを支持しているだとすれば、これに基づくその政治的選択に基づくリスクと負担はやはり本土が負うべきものではないか、これを70年間復帰後もすでに40年以上沖縄の人々に押し付けてきてしまった、私はもうこれは許されないことだと思っています。しかし軍事基地というのはそれ自体が悪ではないか、沖縄に置くのも悪だし本土に置くのも悪ではないか、だから軍事基地は日本からそもそもアメリカ軍基地は撤退してもらわなければいけないんではないか、全くその通りです。私もそう思います。ですから安保条約の解消に向けて運動をしていかなければいけないんですが、その時にこの8割9割の安保支持者が問題なんですね。この人たちを変えない限り、つまり安保解消賛成派が過半数にならない限り、民主的にはこの安保条約を解消することは難しい。ですからこの8割9割の人たちに問いを突きつけなければいけないと私は思う。安保条約を支持するならば沖縄の米軍基地はこちらが引き取らなければいけないものですよと、そのリスクと負担は自分たちが負わざるを得ないでしょう。もしそれができないのであればもう安保は破綻してます。安保をやめるしかありません。この問いをですね、私は本土でもう一度突きつけるべきだし自分たちに問うべきだと、こういうふうに思っているんです。時間がそうでありまして、まあ、2時ですから、そうですね、はい。まあ、最後に、まあ、最近私が、一つのまあ決断をして、まあ、主張していることですが、基地引き取りから安保条約の解消へということを、まあ、提起をしまして、まあ、話をまとめたいと思って、まいりました。まあ、皆さんの中にはおそらく違和感を持たれる方も多いと思います。しかし、私のこの議論はあくまでも 日米安保条約支持率8割9割という中で誰が基地の責任を負うべきなのか、で誰がこの基地を責任を持って解消すべきなのか、こういう問い、自分なりの自分の中での問いと答えの
王冠から出てきたものでありますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、一緒に考えていただければ幸いです。でそのようにして私は戦後日本憲法9条を実現していくためにまずは日米安保条約の解消を目指す動きを作っていかなければいけない。そうすることによって日本はこの安倍首相がますますそこにはまり込もうとしている対米従属から脱しなければいけませんし、そうして歴史認識をきちっと確立し、すなわち加害の歴史にを直視する、それに向き合う歴史認識を確立して韓国、朝鮮、中国、台湾、そうした東アジアの隣国と信頼関係を築いて、そして東アジアに戦争のない平和の地上を作っていく、こういう歩みをこれから続けていかなければならないというふうに思っています。そのことを皆さんと一緒に確認しまして、今日私の最後のお話とさせていただきます。時間が超過しました。これで終わります。どうもご清聴ありがとうございました。まだまだお話をお聞きしたいところですが、本当に現在の問題、今の日本に作られた問題を鋭くお話しいただきました。安全保障の問題、安保の解消を目指していくと、そのための歴史と向き合うんだと、そういった、そして東アジアの人々との連帯を求めていくんだといった非常に貴重なご指摘とお話であったと思います。まだまだお話を聞きたいところですが、これから若干の休憩をしまして、また次のメニューに入っていきたいと思いますが、今受付の本を扱っております。受付のあたりで、沖縄の米軍基地県外移設を考えるといった集英社文庫の本もあります。それから憲法のポリティカといった最新の本もございます。ご本も扱っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではちょっとできますが、2時10分から次の若者たちのパネルディスカッションに移りますので、若干の休憩です。よろしくお願いします。高里さん、高橋さんの順番で、コメントいただけたらと思います。まあ、特に歴史認識というか加害戦後責任の受け止め方という話があったのと、あとは、フィリピンに関してはやはり日本の軍事化の進行が著しいということも出ていましたので、そのあたり触れてコメントいただけたらと思いますので、お願いします。こうしてお一人お一人のね、その立場にいて実際に、フィリピンに行ったり、また靖国の原告になったり、また在日じゃないね、朝鮮人、日本にいる朝鮮人ということで、日々、捉えているところをこうしてみんなで、聞くというのは本当に貴重な時間だなと思いました。私特にフィリピンのことでね、コメントしたいなと思っていますのは、実は先ほどロラのお話があって、私も訪ねた経験があるんですけれども、その今ロラたちがフィリピンの在米、フィリピンの米軍基地の問題などにも関心を持っているし、実際には2005年でしたか、沖縄から合同演習に行った沖縄の海兵隊が合同演習の後にフィリピンの女性を集団レイプしたという事件がありましてね、それでフィリピン自体が強姦についてはとっても厳しい、刑罰を持っているので、それを受けさせないためにアメリカは地位協定ではなくて、訪問協定というのがあるんですが、それで容疑者をずっとアメリカの大使館の中に保護をしていて、そして司法取引をして、結果ある意味で無罪放免になったという事件があって、
現実にフィリピンからはものすごい力で米軍の撤退を実現したにもかかわらず、もうすぐに訪問協定などによってフィリピンの22の港を米軍が使用できるようにするとか、それからもう盛んに合同演習なんかをしてるんですね。それに今実は自衛隊が加わり始めてるというので、日本では報道をあんまり大きくされなかったんですが、実は大きな、ね、フィリピンの新聞にはもうそれこそ一面トップのような形で、日本の防衛大臣があちらのフィリピン軍の謁見をしていて、そしてもう米アメリカと日本で共同で基地を作るんだという大きな見出しになっているぐらいに、今日本の自衛隊はつまり日米軍事同盟安全保障条約のもとに基づく軍事同盟関係をさらに、そのようにフィリピン にもつながって展開しているなというのを知りました。それで本当にこれは今の安保法制案の先取りをどんどん進めている。実は2010年の日米、共同声明などにももう本当に相互相乗りを決めて出していまして、実は自衛隊はアメリカの米軍基地でも演習をしているとか、ついこの間もオーストラリアの合同演習に参加をするとかですね、そしてついにおとつい、沖縄で墜落をしたヘリコプターには自衛隊も乗ってたということが分かってますね。でそのようにもう着々とその安保体制というのは、軍事体制、軍事同盟体制というのは、まあ日米の言葉で言うと深めていく、進化をさせていくといいますか、そういうところで、言っているということを感じるんです。それでそのフィリピンのロラたちもそうですが、今フィリピンにはまた米軍基地が存在することによって、ものすごい数の女性たちが米兵相手に働いていて、それから受けている暴力があって、それによって生まれた子どもたちの問題があって、そしてそのことをアメリカに提訴したけれども、まあ、不起訴になったりというようなこともあって、そのかつての日本軍による暴力と、それから駐留米軍による問題と、そして先ほどおっしゃった新たに今後は日本との関わりの中でそういうのが来るんではないかという思いがあって、これは私たちが憲法9条を持っている、憲法を守っている、憲法9条があるからと安穏としている中でですね、私は日本は憲法9条の上に安保があると思うんですね。ですから沖縄が復帰をした時に、72年に本土施政権返還をして復帰をしたんですけれども、平和憲法と書いた門をくぐって入ってふっと後ろを見たら、その書いた門の後ろは日米安保であった。そしてそれは日米軍事同盟としての安保であり、そのもとに実は私たちは憲法が守られているかのように70年戦争をしなかったというような感じで来てしまっているのではないか。本当にそれは今沖縄がいろいろと裁判を提訴しても、例えば爆音を止めたいと思って裁判をしても、最終的には最高裁の判決は日本の最高の何て言うんですか、日本にとっての最高の利益は日米同盟ですから、そのことに抵触するということで最高裁の判決もその爆音を止める、飛行差し止めにはいかないんですね。昨日までの爆音の被害は認めるけど、今日明日の爆音について最高裁ですら止めることはできない。これは憲法ではなくてその上に、安保があるということです。それでこの意識を先ほどの高橋さんの講演を聞いていても、本当に憲法の問題とその安保の問題がある意味では一対となっているけれども乖離しているのではないか。実は3.11 の時、私何本あるんですかね。すいません、一人公演します。 3.11 の時に本当に日本中が大変な状況になっている時に、東北に向かってですね、実は
3月の31日に国会では向こう5年間の思いやり予算約1兆円が採択されたんですね。それで、また緊急に海兵隊が救援に行ったということで、あたかも沖縄に米軍基地があることが緊急の救援も可能だというように、アメリカの防衛長官などがやってきて、そして、沖縄の米軍の皆さんありがとうというのを東北の方たちがやるも写真が出たりして、そういう災害救援にかけさんじることのできる地理的な場所にあることの強調をその場でするわけですね。ですから軍事同盟の関係というもの、あらゆるところでそれを強化していく、それを安定させるということを日米政府は本当によくしている。そしてまさに思いやり予算5年分先もですね、承認していく。でその時に沖縄ではその思いやり予算1兆円をその災害の支援のために、東北のために使うべきだといって署名活動をしたんですが、なかなか全国の広がりは必ずしも得ることができなかったんです。でそのようにその憲法を、もう沖縄は憲法の外にいたっていうのが25年で、日本で憲法成立50年って言ってもですね、そこに全く拉致がいにあった25年の沖縄があるわけで、でその実態を日本全体の人々がどこまで憲法がある意味とその守られていない、むしろそんなことはもう本当に形骸化しているような状況に日本がなっているということをなかなか意識させられない現実になっている。なんかそこを知ることではないか。で沖縄で実はある集会があった時に、思いやり予算はこれは憲法違反ではないかと言って、97年に大阪で裁判を起こしたことがあったんです。思いやり予算は憲法違反だという裁判を、実は9条をずっと守る活動をしていた方が、自分たちは9条を守るの必死になっていたけれども、その裏でこのような沖縄に米軍基地が強化されてですね、そしてその思いやり予算は1978年からずっと膨らむ一方で、そういうようなことになっているのを知らされなかったということで、これを思いやり予算は憲法違反だという裁判を起こしたんですが、まあ、3年続いて全く門前払いのような形になって、 いろいろと裁判で訴えたりはしたんですが、全く採決まではいかなかったんです。これは東京でもありました。本当にそれは今回、それで私そろそろ、それで今回最後ですね。今沖縄で普天間辺野古の基地の問題があって、私おとついは朝からずっとそこにいました。今本当にある意味では期待してます、願ってます。それはこの安保法制案の廃棄といううねりがしっかりなることが、私は辺野古を止めていくことにつながっていくと思うんです。それはもう密接につながっていると思うので、もうこれをですね、みんな本当にやっていこうではありませんか。ありがとうございます。高橋さん、あと2分と言われてしまいます2分でどうしましょうはい、今のことについても話したいことあったんですが、2分でしたらやっぱり専門責任ということでしょうかね。安倍談話にその、謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない、けれどもその未来に引き継ぐ責任があるみたいな、ここでも曖昧なことを言ってるわけですけどね。その未来永劫謝罪を続ける宿命を背負わせているのは誰なのかっていうことですよね。やっぱり戦後70年でこの談話が注目されたのは安倍首相が今政権にいるからであって、こういう歴史をねじ曲げる人たちが続く限りですね、周辺諸国からの信頼を得られないということだと思います。そして、重要な問題は私自身もその戦後生まれですから、
戦争やその植民地支配、直接、まあ、生まれる前のことについては、まあ、自分が在籍感を持つということはそのこと自体ちょっと変なんですね。ですから私はそうではなくて、私が生まれる前に日本国がやったことは、そしてその被害が、被害者がなおその声を上げ続けており、そしてその影響が今日まで及んでいる以上はですね、やはり日本国の、まあ、有権者、主権者としての国民にはそれに対応していく責任があるとこういうことはもう間違いないと思います。で、95年でしたかね、戦後50年の年に、そのちょうどあの頃は、まあ、慰安婦の人をはじめとしていろんな植民地支配戦争の被害者の人がその冷戦構造下でな名乗りを上げられなかった人々がこう名乗りを上げてきた、まあ、そのことに私たちは衝撃を受けたので、私はそれまでいわゆる慰安婦問題については知りませんでしたから、こういうことがあったんだというので大変な衝撃を受けたんですけれども、その時にですね、やはりこの、私たちには応答責任があると思ったんですね。その私は基本的に人間と人間の関係は呼びかけと応答だというふうに思っていて、その日本国がかつてやったことについて問われるという、そのことはそれに応答する責任がまず生じてしまう。それはかつて、生まれる前に国がやったことであってやったことについて現在の若者がそれでも靖国や慰安婦やその他の、まあ、在日と言ったら適切じゃないかもしれませんが、その植民地支配のですね結果についてですね、それでもまだ今日本国がそれに対応しなかったがゆえに責任を問われているわけで、その時に日本国民の一人として、あるいは日本人の一人としてそれにどう答えるかという責任がまず生じる。そしたら自分が知らないことであったらですね、やっぱりそれを知るっていう責任がまず生じる。知らなければ始まらないんですね。ですから歴史を知る、その時に、まあ、信頼できるやっぱり歴史認識を持つ人々からそれを学ばなければいけないと思いますけれども、その上で日本国に責任があるんだということになればですね、当然そうなるわけですけれども、さまざまな責任を果たしていかなければいけない。さまざまな責任には国が持つ法的な責任、そして政治的な責任、さらには道義的責任と言われますけど倫理的な責任もあると思います。こういった責任を混同せずにですね、きちっと果たしていく必要がある、私は思っています。で、最初に言いました応答責任というのは、これは国とか民族とかそういう境界は超えるものですから、まあ、何人であってもですね、ある被害を受けて苦しんでいる人、そしてその謝罪や補償を求めて訴えている人の声が聞こえたらですね、それに応答するっていう責任が生じるし、生じるんですけれども、しかしその時にその被害を与えた国、民族、そういうものに属する人々には法的、政治的、倫理的なそれぞれの責任を果たす、やっぱり特別の責任が生じる、そういうふうに私は考えています。はい、ありがとうございます。高里さん、貴重なコメントいただきましてすみません、私の方でコーディネート不足で中途半端にさせてしまいました。ありがとうございます。また3人の若者をこうやって登壇していただいて、まあ、大きな決意をして登壇して皆さんの前で話をしてもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇ください。さあ皆さん、いよいよ終わりの方のプログラムになってまいりました。この資料をちょっと開いてみてくださいますか。戦後70年東アジアの未来へ市民宣言があります。そして裏には加害の歴史にしっかり向き合ってこそ平和な未来を築くことができるという今日のタイトルが記されています。戦後70年東アジアの未来へ市民宣言では、この間5月の立ち上げ集会から市民宣言を作ったり、そして趣旨、私たちは行動しますといったものを作ってきました。7月7日には大勢の皆さんに来ていただいて市民宣言を発表したんですが、今日
趣旨と私たちは行動します、その2つを発表していきたいと思います。それらにつきましての説明を服部良一からいたします。皆さんこんにちは。ぼちぼちお疲れのとこかなと思いますけれども、今から行動宣言です。今から元気を出さないかんので、集会あと30分、最後集中で皆さん頑張りましょう。今も説明ありましたけれども、この赤いハスですね、この間ずっとチラシハスがだんだん大きくなってですね、まあ、意味が僕もちょっとよく分かってなかったんですけれども、今聞いたらですね、泥の中に、泥というのは日本の政治ですよ、泥の中にですね、こういうきれいな花を我々の力で咲かせようということらしい、らしいです。で、この中に市民宣言があります。そしてそのめくっていただいたらですね、趣旨文というのがなんと A4 で12枚、あります。これは庭弁護士の労作でしてですね、これを、まあ、我々実行委員会で議論をして今日発表させていただきました。この市民宣言だけじゃなくて、私たちのですね、歴史観、やるべきことをですね、いろいろ書かせていただいております。またじっくり読んでいただいたら結構かと思います。そしてちょうどこの半分からあとはですね、今日の行動宣言になっています。で、行動宣言で、みんな読み上げるわけにはいきませんので、要点だけですね、今から宣言をしていきたいと思うんですけれども、まあ、ただ ちょっと使い慣れんパワポをやってるんですけれども、その宣言に入る前にですね、この間の取り組みを簡単に振り返っていきたいと思うんですけれども、5月の11日に、宣言する市民がを発足いたしました。そして、まあ、呼びかけ人が39名ということなんですけれども、パワポが画面が出ないらしいので私の目の前にだけ出てるわけですけれども、6月の21日にはですね、解決済み論の暴力に抗してということで、実は今年は戦後70年でもあるんですけれども、日韓条約から50年の節目でもあるわけです。6月22日が日韓条約締結の50年ということになります。そして7月の7日に、この日は盧溝橋事件、日本が中国を全面的に侵略をした日でありますけれども、この日に私たちは市民宣言を発表いたしました。そして7月のですね、29日には、私たちの同じようにですね、全国で市民宣言あるいは民衆談話を出そうという動きがございましてですね、全国の8つの市民団体と一緒に衆議院の第一議員会館の国際会議室でですね、共同で集会をやり、そして翌日内閣官房の方にですね、抗議を兼ねて、もうしょうもない談話は出すなという抗議を兼ねてですね、要請をしてきたところです。そして昨日のですね、安倍の談話に一斉に抗議して、全国でさまざまな行動が行われております。実は私も昨日ソウルから帰ってきたんですけれども、12日の日に、まあ、先ほど佐藤君からも話がありましたけれども、まあ、鳩山さんが袖門刑務所といういわゆる独立運動の人たちを弾圧し、あるいは戦後の民主化運動の人も弾圧した、まあ、有名なですね、刑務所、これがまあ歴史的な記念
記念館として保存をされているわけですけれども、そこに喧嘩をして、そしてそこにひざまずいてですね、まあ、これは土下座という言い方はちょっとどうかなと思いますけれども、ひざまずいて、そして、謝罪をされました片山元総理です。でこれは本当に韓国にですね大きな衝撃を持って、もう全国のテレビマスコミでですね、報道をされております。本当に安倍と全然違う、鳩山さん個人に対する評価はいろいろ終わりかもしれませんけれども、やっぱりこういう行動がですね本当に東アジアの和解に通じるということは間違いありませんし、そして国際会議でですね何が一番問題になったかというと日本国憲法なんです。日本の憲法をですねノーベル平和賞にしようというですね、そういう大勢の方々がこの会を主催してですね、日本の憲法はアジアの平和の礎であると、でこれを壊してはならないと共に頑張ろうという、そういう東アジアの宣言を出したところです。前置きは一応こういうことでさせていただいてですね、今から共同宣言、私たちは行動するを宣言いたします。安倍さんは談話を出してですね、一体今後何をしたいのかさっぱり分かりません。戦争法案を国会通過させるための談話なんですか。そんなんじゃ話にならないでしょう。で我々もこの集会もですね、この集会をやって終わりということでなくて、この戦後70年この節目にですね、一体何が残され何をしなければならないのか、何を解決して本当の意味でのアジアとの和解あるいはアジアとの平和を共に作っていくのか、その宣言を皆さん方と一緒に今からやりたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。安倍政権は今国会で戦争法案の強行採決を図ろうとしています。私たちは日本が戦争国家となることを許しません。加害の歴史にしっかり向き合い、東アジアの平和な未来を築きましょう。戦後70年は朝鮮半島の南北分断の70年であり、朝鮮半島の自主的平和的統一を一日も早く実現しなければなりません。その責務は植民地責任を負う私たちにもあります。朝鮮戦争の終結と北東アジアの非核化、南北朝鮮の自主的平和的統一を。日本政府は台湾と中国の植民地支配の違法性を真っ向から否定し、責任を認めていません。日本政府は韓国併合条約の違法、無効、不当性を認め、脱植民地主義のために責任ある行動を取れ。日清戦争、日露戦争、そして日中戦争からアジア太平洋戦争へ連なる15年戦争は、誰が何と言おうと全て侵略戦争です。日本政府は村山談話で表明した植民地支配と侵略の事実を認め、加害責任をしっかりと果たせ。日本は朝鮮民主主義人民共和国との間に国交はなく、未だ過去清算を果たしていないばかりか敵視政策を取り続けています。日本政府は一日も早い国交正常化に向け誠意を持って日朝交渉を行い、対朝鮮制裁措置を速やかに解除せよ。1923年の関東大震災直後、多くの朝鮮人、中国人、そして社会主義者が虐殺されました。今もマイノリティに対する差別、迫害はなくなっておらず、関東大震災の時の虐殺は過去の問題では決してありません。日本政府は虐殺の真相究明を行え。日本は中国東北地域へ数百万人もの中国人を強制連行し、日本本土へも約4万人の中国人を強制連行しました。受難者と加害企業との間では和解が成立していますが、日本政府は責任を果たすどころか事実さえ認めようとしません。日本政府は中国人強制連行、強制労働の事実を認め、被害者や遺族に対し謝罪せよ。日本は多くの朝鮮人を強制連行したにもかかわらず、日韓条約により解決済みと繰り返すだけ。
朝鮮民主主義人民共和国とは国交がないため、その地域から日本に強制連行された人々の保障問題は全くの未解決です。日本政府は強制連行、強制労働の事実を認め、被害者や遺族に対して謝罪し、補償を行え。日本政府は一部の軍人、軍属の遺骨を韓国の遺族に返還しましたが、企業によって連行され死亡した遺骨の公的な返還は実現していません。朝鮮民主主義人民共和国への遺骨返還は全く行われていません。日本政府は強制連行、強制労働の歴史を直視し、残されている遺骨を遺族に返還せよ。キム・ハクスンさんが名乗り出て昨日で24年、日本政府は1993年に河野談話で日本軍慰安婦問題に対する軍の関与を認め謝罪したにもかかわらず、橋本市長、NHK 茂木会長、そして安倍首相とこれを否定する策動が後を絶ちません。日本政府は加害事実を認め、高齢となった被害者に一刻も早く謝罪と賠償を行え。1978年以降、在韓被爆者たちの長い裁判闘争により、日本以外に住む被爆者も居住地で被爆者援護法が適用され、生活援護手当、捜査料が支給されるようになりました。しかし医療費は未だに援護法の全面適用がされていません。被爆者はどこにいても被爆者です。在韓在朝被爆者に対し、日本政府は被爆者援護法を差別なく適用しろ。南京大虐殺の歴史を改ざんし、教科書からも消し去ろうとする動きが強まっています。川村隆、百田直樹ばかりでなく、安倍政権は米国の教科書会社にも南京大虐殺の記述変更を働きかけ、拒否されたことも明らかになっています。南京大虐殺をはじめ、中国各地での虐殺の被害者と遺族に謝罪と賠償を行え。日本軍は重慶と周辺諸都市に対し、1938年から1943年までの5年間に200回以上の無差別爆撃を繰り返し、10万人を超える一般住民を殺傷し、100万人の家を破壊しました。無差別爆撃は当時から国際法違反であり、重慶大爆撃はその歴史の原点です。日本政府は重慶大爆撃の被害者に対し謝罪と賠償を行え。日本政府は敗戦直後に731部隊の活動記録を米軍に提供し、戦敗訴追を免れさせながら、現在まで人体実験や細菌戦を実施した事実について一度も認めていません。また日本は大量の毒ガスを中国に遺棄し、現地住民に深刻な被害を与え続けています。日本政府はこれらの事実を認め、被害者に謝罪と賠償を行え。戦後ソ連の支配下となったサハリンから日本人は引き上げの対象とされたが、当時国交がなかった韓国への帰国希望の肝心は置き去りにされました。日本政府はサハリン残留朝鮮人被害者に対する一連の不作為に対する責任を認めよう。2011年には植民地時代に日本に持ち去られた略奪文化財の一部が韓国へ返還されましたが、まだまだその数は少ないのが現実です。日本政府は侵略植民地時代に不法に日本へ持ち込んだ中国朝鮮半島の文化財の実態を調査し、現保有国へ返還せよ。靖国神社の本質は戦死者を天皇のために進んで命を捧げた人として顕彰し、後に続く若者たちの模範として侵略戦争に利用することにあります。この憲章は軍人軍属として強制動員された朝鮮半島や台湾の人々にも及びます。政府公人の靖国参拝は認めない。新たな英霊を生むことを絶対に許さない。被爆者たちは1957年の
原爆医療法、1994年の原爆被害者援護法により一定の救済措置が取られるようになりましたが、原爆症の認定において国は数々の訴えを却下し、今なお被害者の完全な救済には至っていません。すべての原爆被害者の完全なる保障を実現せよ。アジア太平洋戦争によって多くの日本の民間人が戦争の被害者となりましたが、その保障は放置されてきました。軍人、軍属に対しては手厚い保障が行われてきた一方で、民間人被害者に全くの保障が行われていないのはあまりにも平等に欠き理不尽です。空襲や沖縄戦などの戦争被害者への差別なき保障を行うため、戦後保障法を制定せよ。育報者自由者の教科書は過去の侵略戦争も植民地支配も加害の事実を一切認めません。日本は世界一素晴らしい国だと歪んだ自国愛を刷り込み、領土問題で近隣諸国への反感を煽ります。このような教科書で学んだ子どもたちはアジア諸国の人々と友好関係を築くことはできないでしょう。大阪市教委、東大阪市教委をはじめとする育報者の教科書採択を許さず、私たちは戦います。ヘイトスピーチは被害者個人が特定できないため現行法では対処できず、実質野放しの状態です。日本政府、自治体はヘイトスピーチに関する実態調査を実施し、ヘイトスピーチ禁止等を明記した人種差別撤廃法や条例を制定せよ。日本政府は高校無償化制度から朝鮮高級学校のみを除外し続け、このような政府の動きと連動して大阪府、市をはじめとして多くの自治体が補助金を不交付としました。このような差別は絶対に許せません。朝鮮高級学校に対して高校無償化を即時適用し、朝鮮学校へのあらゆる差別を撤廃しろ。民族教育権を保障せよ。政府は教育委員会を通じて卒入学式等の学校行事に日の丸君が代を持ち込むことを強制し、教職員への職務命令と懲戒処分が行われています。まさに学校が子どもたちに愛国心と戦争する国のためのものとなっています。教育現場への日の丸君が代強制を絶対に許しません。愛国心の強制をやめろ。今年4月、ピース大阪はリニューアルと称して侵略戦争、植民地支配の加害の事実を示す展示物を全て撤去し、被害の実態にも目を覆い、無違反に法案庫や教育勅語を展示しています。これでは西の優秀館であり戦争博物館です。大阪府、大阪市はピース大阪においては侵略戦争、植民地支配の加害事実と被害の実態を展示せよ。はい、以上が私たちの行動宣言です。皆さん納得していただきましたでしょうか。万来の拍手でお願いいたします。そして拍手された方はもうまさに重要な問題として共にこの日本を変えるために頑張っていきましょう。今日本当にありがとうございます。ありがとうございました。では最後になんですが、この緑色のプログラムの後ろの方に共に行こうこの道をの歌詞があります。ずっと韓国の民主化運動の中で歌われてきた歌です。いつものように大野京子が歌いますので、ご一緒にお願いいたします。はい、皆さん一緒に声を揃えて共に行こうではありませんか。それではよろしくお願いします。共に行こうこの道、
おまとめの挨拶を丹羽正雄さんの方からさせていただきます。時間がありませんので簡潔に、戦後70年の節目の年8月15日に開催しました加害の歴史にしっかり向き合ってこそ平和な未来を築くことができる、このテーマを総括集会で実施しました。で長時間にわたって、午前ありまた現在まで、最後までお付き合いいただきましてご参加いただきました皆様に心から感謝申し上げます。そしてこの総括集会に向けて運営委員会あるいはまた事務局会議随分重ねました。今日も多くのスタッフの方がご参加いただきました。このそして私たちの活動にですね、資料にありますけれども多くのご賛同いただいた方々にご支援をいただきました。この全ての皆様に心から感謝とお礼を申し上げています。で今年8月15日、1945年8月15日これは、天皇によるいわゆる玉音放送と称するですねラジオ放送によって、15年に及ぶアジア太平洋戦争、これは無条件降伏してポツダム宣言を受諾、敗戦を迎えました。この8月15日というのはですね、実は侵略戦争を遂行した軍国主義、ファシズムの支配層によって侵略戦争、あるいは植民地支配責任を消し去るために、すなわち戦犯の犯罪処罰を免れるために徹底して資料を焼却し始めた日でもあるわけです。で、ある意味では戦後直後は侵略と植民地支配の隠滅の開始の日でもあったということを十分に私たちは理解しなければならないというふうに思います。戦後の70年の今日、安倍政権の中枢は戦前の大日本帝国の名誉を回復し、侵略戦争で、戦死した兵士を英霊として褒めたたえる靖国士官を持った歴史修正主義者によって中核が占められております。そして彼らは、あれまた彼女らは侵略植民地支配によって多大の損害と苦痛を受けた被害当事者と遺族の記憶すら歪曲し、隠滅を図ろうと現在、策動しております。いわば記憶の暗殺を進めていると言っても過言ではありません。安倍政権が変える戦後レジームの脱却、あるいはまた積極的平和主義は戦前体制の名誉回復であり、日米軍事同盟の地球的規模での軍事的一体化の推進であります。これこそ戦争する国家への改造計画そのものだというふうに私は思っております。歴史の修正と改ざんは植民地支配責任、戦争責任、戦後責任の否定を意味します。日本国憲法の革新的な規範はアジアの人々に二度と銃を向けないという反戦平和の理念です。そしてそれは全文9条に具体化されており、戦争責任、あるいはまた侵略戦争責任、植民地支配への深い反省、そしてそれを反映した先進的な国際的規範であると同時に、私はアジアの人々の日本国家と日本の人々、日本の市民、日本の人ですねに対する血の叫びであって、不戦の私たちに対する縛りでもある、このように理解してきました。で、そうであるがゆえに歴史修正主義者たちは、戦争する国家の改造のためにはこのようなアジア民衆からの縛りを解き放とうとしております。そしてその具体化は解釈改憲であり、立法改憲であり、明文改憲へと突き進んでいるのはある面では必然でございます。この改憲過程は歴史修正主義政権にいる一種の政治的なクーデターという形をとって具体化しようとしております。改めて私たちはこのような時代状況であるからこそ、本日加害の歴史に向き合ってアジアの人々と平和の未来を作ろうと、こういう共通の課題で本日加害市民あるいはまた被害市民の具体的な話し合い、立場性を踏まえた話し合いを踏まえて今日この集会を実現することができました。私たちは加害の歴史の克服という過去現在そして未来の責任を果たすこと、そして加害の市民と被害の市民がきっちりと、ね、向き合ってですね、真の信頼と連帯を作り出すこと、そのことが非常に重要であり、加害の歴史をきちっと学ぶということがその唯一の道であると、このように確信しております。
皆様におかれましては、今一度ですね、まあ、随分時間をかけて議論をし、市民宣言を作りましたし、これちょっと長文でございますけれども、その趣旨説明というのがあります。これは全体を一応概括しておるつもりでおります。それから先ほど述べましたように、私たちは一番重要なのはいかに行動するかでございますので、私たちは行動するという行動宣言をぜひとももう一度ご一読いただきまして、共に歩まれることを強くお願い申し上げまして、閉会の挨拶といたしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。いよいよ終わりです。本当に長い一日でした。たっぷりと中身の詰まった一日でもあったかと思います。本当に、皆さん、会場の皆さんとたくさんの皆さんと心を通わせて、この集会を成功裏に終わらせることができたかと思っております。ありがとうございました。それでは最後の最後にアンケートをできたら出していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それから資料が若干残っておりますので、まだ必要な方は受付でお求めください。ありがとうございました。